いっすよ、もう。あ、じゃあ行きましょう。もう適当です。はい。あれ、なんだこれ。あれ、おい、どれだ、マクで。あれ、なんで出れないの。並べてなかったですね。ここだけか。いや、V か。V を、V で投げる。で、B で出す。で、ゲーテン、テン、テン、テン。ほら、そうした。V で投げる、B で出す。B ダッシュだからね、やっぱり。V で投げる、B で出す。へぇ、そうなるんだ。あー、なるほどね。だキーボードだけで全部なんとかするんだ。え、うん。どこ行くの？俺、マウス使ってますわ。マウスで投げたりしてる。あー、マジ？うん。なんか、気持ちいい。なんか、右で矢印、あー、なに？あ、そういうこと、移動ないやつだ。WSD で移動して、シフトでダッシュして、あー！右クリックで投げて、右クリックで置いてとか、そんな感じにしてる。あれか。イッシーさん、あれか、矢印キーで移動してるのか。そう、矢印キーで移動してる。ああ、なるほどね。確かにそうするとその方がやりやすそうですね。右手が移動ってことか。うん、右手移動 VB スペースで。なるほどね。それはそれでありっぽい。良さそうだけどね。というわけで、もうじゃんじゃんいきましょう。はい。OK？ あ、こういうパターンもあるんだ。なるほどね。さっきのあれは。俺が入るともうあれだけど、もう入っちゃっていい？いいんじゃないですか。どうぞ。まあ、最初の方はまあ、もうサクサクやりましょう。操作を覚える意味でも調理場をカットするだけなのか。あ、でも結構そのレイアウト変わったりするんで、結構なんだ、役割変わったりもします。今時間ないからとか、今忙しいからとか、暇な人やっといてみたいな。まず何？ウイ刺身。はい。上行かないの？あれ上行かない。上行けない。まさか。なんで上行けないの？操作方法見て。あ、エビやろ。ここなんか調理場が綺麗でいいですね、ここ。操作方法。上に棒がなんかバグってるわ。バグってなんか違う変なキーを押しちゃったんじゃないのそれ。ああ、そうだわ。設定の時に。OK です。安っか。なんだよあれ。OK。文字化けしてた。あ、エビ来てあるよそれ。あれだよ、まだだよそれ。いや、ちょっと石井さんメインでいきましょう、一回。そうだね。石井さんどうぞ。石井、何をすべきか。俺らに命令してくれてもいいっすよ。魚。はい、切りました。はい。あ、何ですか、チュッ。狂ったようにエビと魚切りまくろ。これ、地べた置いといてもいいっけ、魚。そうっす、これ魚、これ置いておけばいいっす。こんな感じで。あなんか今間違えたね。なんか皿だけ送っちゃった。減点対象です。マジ？このお客さん皿だけ言ってブチ切れてます。そうなんですよ、ここ客厳しいんですよね、この店。え、でも調理場あれなのに。エビいいよ。さら並べましょうか。はい、ありがとうございます。さすが後輩力が高い。ロボットでもできる動き。バレちまった。マジでこの3マスぐらいしか使ってない。そう、いやー、これがまさにルーチンワーク。しかしやっぱりそれ生まだ切ってません、石川先生。頭を使わない仕事。あ、いやもうね、魚だけ出せって言われた時にはもう石井さんはもうすごい楽だから。なんかガンガン来た。いらねえ。皿は溜まってるよ、ここに。まあ、皿3枚ぐらいそこに。あ、そこなんですよ。あ、そういうこと、そういうこと、注文でね。あ、でも結構、さすがに。いや、あれ操作方法でいきなり上向けなくなるの、マジ。あれ一回設定したから大丈夫でしょ。うん、大丈夫よ。設定の問題だよね。ででん、途中でおかしくなったかと思った。でんでんでででん、でもじゃんじゃん行きましょう。まあ大体こんな感じです。これなんか工程増えたりとか、なんかちょっとめんどくさいギミック増えたりとかって感じですね。
しょう。寿司ね。何？寿司っす。寿司ね。寿司だよ。何こう鍋。はい。まず何するでしょう。そうこれ米。そうこれ米をね、ちょっと炊いてみてください。石井さん。炊いてみて。それで米炊けます。ある程度時間経つと米が炊けます。米長く放置すると焦げるから出さなきゃいけない。そうっす。え、海苔はさ、そう、それでご飯が置けます。それ元に戻します。あ、ちょっとうるさいね。そうなんです。まあワンコーデ増えます。それ出せば OK です。あ、でも基本は寿司だけか。そうっす。というわけでちょっと俺はまた魚を切る機会になるんで、魚切るマシーンになるんで、でしか組み立てて出して、ご用があったらどうぞ。俺米マシーンになるから。いったいったいった、いけるよ。あー、なるほどね。 OK です OK です。すごい積み重なってくんだけど、そもそも出ないから。魚見てこの、そう、そこスタックしてる。スタックしてる。あ、待って、あ、もう向かなかった。弾力があるわこの魚。息がいいね。いや、これやっぱこれくらいね、あの雑な管理じゃないとオーバークックやっていけないんで。邪魔です、簡単に言えば。ね、なんか、いいな。寿司食いたいって突如思って、え、なんか動画見てたら、動画見てるやつが今日は寿司だとか言い始めて、何円寿司っすか。いいよね。100円寿司っすか。スーパー。あ、いいな。でも普通に羨ましい。あ、でも、あ、なんか分かりやすいわこれ。なんか寿司だけ作るってなったらまあ楽だ。そう、ここからまたいろいろ増えるんですよ。これがいるだの、これがいらないだの、これが欲しいだの。わがままなんですよ。あ、これなんかあれを思い出すわ、あの VR ラーメン。あー、あれか。客のうるせえ。あの、そう、餃子とか作ってさ、あのたまになんか泥棒みたいな人も。そう、客の、客のあれな、あの短期差が半端じゃないやつな。あ、やべ、ちょっと早くやる動画。へえ、そんなのあるんですね。うちのラーメンは注文される前に出すんやって関西弁で女の子が言って。へえ、てか VR ラーメンに需要があるんですね。単発もんだと思ってましたあれ。極める人もいるんですね、あれ。でもこの辺はもうね、チュートリアルなんで。てん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 。ましょう。あ、そう、さっきまで綺麗な皿が入ってきましたけど、皿が汚れるようになります。パス。はい、炊いて炊いて。はい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 。1、2の、エビ切るんだ。エビいらないね最初。キュウリ、キュウリ、キュウリ、エビ。あ、キュウリ投げて。あ、失礼。はいよ。なんか、先輩が終電で帰るらしいから、終電になったら抜けます。はい。何時だよ、それ。米。11時半とか。はい。米、あと米だけって状態にして真ん中置いとくわ。はい。A、出して。はい。B、どこだ、こうか。ここで満を持して、エビですよ。米。洗う。あ、出す。
よし、エビ3つ切っといて。はい、米ください。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 来てた。いやいやいや、米と海苔とキュウリだね。キュウリ切ります。なんかやべえ、乗っかってね。ここももう一個渡しといて。キュウリは混ぜんだよね。キュウリは一番上に混ぜて。そうそう、米ください。あ、ちょっと待ってね、エビ2つ出さなきゃいけないからあー、なるほどね。ちょっと1個、あ、来ました来ました。 米出しすぎたね。あ、自分洗いやります。2人で洗おうぜ、早いよこれ。じゃあちょっとエビお願いします。出します。米ください。米ください。2つください。ザッス。あ、できるよそれ。やべ、出してあげて。いい。あ、皿洗い申す。あれ、やべ、急げ急げ。出す。あ、キュウリ切りたい。はいはいはい、キュウリ、はい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 、急げ急げ。あべ、しなって、間違えた。タタ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 タ。エビだな、次。エビ切れてんね。あ、はい。いいんじゃないですか。いやー、出してくださいもう一個は無理かな、さすがに。なんとなく焦がしてやろうと思ったんあえて焦げる前に噴射したわ。いやー、なかなかむずいね。こんなんじゃまだ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 すね。伊藤くん全然あります。まだまだね、見習いだから。見習い、見習い、見習い、見習い。楽しくなってくる。ちなみに前はどこまで行ったの。4の6ぐらい、4の5かな。すげえ。テン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 。前俺と梶原とか里健、俺梶原里健組めはなんか前スイッチ版でやったんよ、はい、これ全く同じやつ。うん、だいぶ前でやる。うん、2週目までやったんだけど、その時、うん、2週目がえぐい足ちょっともう RTA みたいな動きしないとクリアできないやば一回ぶつかったら終了みたいなマジ。うん、めっちゃ連携しなきゃ無理だった。あ、俺今回は、あ、これ今回あれですね、俺虫がかりですね。じゃん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 。あ、そこ壁だね。まずそれをミンチにして、魚ちょうだい。それをあれします。あ、魚そっちだけで完結か。ごめん、そっちで完結だわ。魚なんだと。あ、ほんとだ。魚は切った後蒸すの。肉は肉と小麦をまず混ぜなきゃいけなくて、いわゆる小麦をもらう。あ、違う違う、肉はね、こっち。肉切った後、ちょっとこっち来て。ここに小麦1個入れるじゃん。小麦と肉を1個ずつ入れる。で、混ぜる。混ぜる。なるほど。で、混ぜたやつを、いわゆるの方で蒸さなきゃいけない。で、魚はこれもう出していいよ。あ、俺出し係じゃん今回。今気づいたわ。で、これをイワスに渡してあげて、あいつに蒸して、俺らその間に小麦と肉を切っといてみたいなことをやると。なるほど。いやー、分かっていくやつだよ。こね、こいつがないと。あー、いいんだ、ちゃんと。混ぜるボールがないと。あ、今俺がイワスに最初渡したじゃん。皿お願いします。そうそうそう、あれを返して。皿洗いお願いします。あ、間違えた。ちょっと
岩瀬の方が1人だから本来4人だからこれちょっと待ってくださいね。オーバータスクオーバークックです今これがオーバークック。テレ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 ン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 テレ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 あ、そう、み、あ、違う違う岩瀬がとりあえず置いてただけだ、それサラお願いします。はい、よテンテレンテレテレテレンテンテレンテレテレテレンテンテレンテレテレテレンテンテンテレテレテレンテンテレンやろ、俺気持ちよさそう、すげーテレテレテレンテンちょっと俺サボってるわほら、サボんじゃねえ。メリカンは一人でもいい。テンテンテン給料出てんだぞ、お前ほんならも。ああ、暇だなー、一角銃は。たん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 。抱き上がって。監督してるわ、ちょっと石川君、ここで。ああ、それもいいっすね。さあ、お願いします。石川君、はい。石川君、小麦ももらわないとないよー。一回洗うかな。やばい。まあ待ちなって、まあ待ちなって。テレテレテレンテンテレンテレテレンテンテン。テレ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 あ、サラお願いします。あ、間に合わねえ。待て、間に合う間に合う、出せ天才これが天才の素養。あ、いけなかったね、無理だったね。俺が確かにこれ里健一人だった時も結構きつかったんだよね。俺が遅いばっかりに。まあ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 、こういうこともあります。ちょっとガチでやるかも、次、うん、はい。やっぱ虫キーのね、空いてる時間がもったいなかったな。てんてんてれん、あ、もう一度やるができなくなってる。もう息をするようにシフトするようになった。まあ一回やるとね、だいたいどうやらやればいいかわかるんで。間違えた、いらんわかるんで、間違えた、分かってない。あ、あ、小麦ない。あんたらん、たらたらたらん、たんたらん。上の順番で申し訳ない。そうっすね。たん、やばい、間違えた。あんたらん、たらたらたらん、たんたらん。たらたらたらん、たんたらん、たらん、たん。たん、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 たらららん、たん、たらん。タネタネ。一段落したら小麦ちょうだい。まあ待ちなって。うん、あ、さらさら。あー捨てちゃったー。ここ危険だな。学びを一つ得ました。待て待て。あ、肉があれば出せたの今。肉とか俺行った方がいい。肉肉魚肉。あ、まあ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 。まあでもそのそこじゃないか。スタックしてるの。そうそう。まあ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 、なんとかなります。魚がどんどん冷めてったけど。まああんまり関係ないんでね。あ、皿お願いします。テレ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 
さあお願いします。やべえ、皿がねえな。皿がねえだと？おい自分で運べ。おねやろ。そっち二人欲しい。よし皿持ってって。あこれあれか、先にこっちか。ナイス。よし。さあお願いします。あ、これね。きわどい。皿あるね。間違えた。サラバン、サラバン、サラバン。いや、いってないな。無理だったな。もう一個だ。ああ、俺のせい。これ俺のせい。いや、難しいね、結構やっぱ。いやー、足りないね。うん、入らねえねえな、これ。そうなんですよ。粘る？いや、やりましょう、やりましょう。粘ろう。あとっけ、3回ぐらいかかったよな。そう。まあまあまあ、時の運もあるんでね。まあね。めっちゃ魚来たりしたみたいな感じだし。そうそう。間違えた。まずは投げます、2個。うん、まず2個投げて、魚を切ると。手すきでやばい。右に。さあお願いします。よ。はい。これ先か。間違えた。見てください。ウェイトワンモーメント。はい。四つくらい投げたけどね。当分は大丈夫。肉、魚、魚いけるね。肉から、はい。はい、さあお願いします。よっ。あ、終わり。ガミ使った俺が。すげえ勢いで取ってた今俺。なんで。あれ間違えた。さあお願いします。あ、これまだ3入ってんじゃん。ミスった。やってしまうな。あ、ごめんごめんごめん。俺は止まってるわ。あ、いいよ。
どうしてもこっち人数多いから。ごめん、いいっすよ。そら、あぶない、ウェイターモーメント塩皿持ってって。はい、お願いします。 Thank you。ちゃんかな。まあいいんじゃない。あ、でもあれだな、魚もういらないと思う。あ、そうだ、今すぐめっちゃ魚頑張った方がいいわ。それでいいと思う。僕肉いらないもんね、とりあえず。あ、いけんじゃないこれ。どう。あ、いったいった、そっから行ったと。魚じゃない。さあ、お願いします。いけっかな、もう一個。もう一個いけますね。いけませんね。ああ、置けなかった。まあ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 、無事超えました。ナイスナイス、イエーイ。これこれこれよ、これ。いや、分かってきたわ。マジところばっかりやるじゃん。そう、結構ね、なんか難しいステージになると一回、マジで一回ステージのあれを見る、ギミック見るみたいな。そう、で終わった後作戦会議そうなりますね。どう分担するって。そう、これやばいよねみたいな、ここ足りないからみたいななります。ダッシュ、ダッシュです。なんだこれ。あー、はいはい、これね。じゃ自分ちょっと米投げてもろて。これ、これなんだ、これ何やるんだ。組み立て係ですね、多分。ここそうっす、真ん中の辺で。確かにこの海苔とか適当に出してるから、ちょっとあの品を見ていい感じに組み立ててるね。そうですね、あのキュウリ切ったりとか。なにこれ、なんか変なこと。それ消火器っす。消火器。あ、なんで消火器は、うわ焦げたりするじゃん、米が。そうするとキッチンが燃えるんよね。 やばい。その時に消火しないと。危ねえ。ごめん、米が欲しい。いや、だいぶっす。米が欲しいか。米ちょっとここの直線上に置いていくわ。です。で、キュウリがもう一個必要なんだよね。キュウリ、あれ、キュウリ一個出したか。キュウリ、魚、キュウリ、魚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 、うん、魚がめっちゃ買えない。で、米と海苔は必要だから。いいよ。はいはいはい、うん、魚用意してあるよ。あ、ごめん、海苔だね。ごめん、うるさい、うるさい、うるさいってなる。ルイス・フランソワーズだみたいになっちゃう。これか、できるよ。はいはい、やべ、ただ1位。キュウリ、次。あ、やばいやばい、オッケーっす、オッケーっす。任してくれ。ダッシュが、ダッシュがなかなか。あ、ここまで。まあでもコンベヤあるんでね、割と。お前すごいダッシュだね、今の。どこまで流されてる。ダッシュの鬼。あ、分かった、ここね。あ、ご飯ある。ご飯、あ、ちょ、ステイ、ステイ。あー、俺ちょっと、俺もうそれ出したいんだ。はい、はい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 。で、サラサラサラね。で、ちょっと米拾ってきますわ。ぽいぽいぽい。あ、割り。オッケー。テンテンテン、テン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 、あはいはいはい。テン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 、あ、待て。テン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 、あ、失礼失礼。テン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 、間違えちゃった。1、2、あれ、ぽい、ぽい、投げて入れる。取れんキュウリ、キュウリめっちゃ来るな。これもう出せるな。キュウリ、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 
ずいぶんヘルシーなお客さんですね。間に合うかな、キュール最後。間に合いそう。いけ。おお。ボーン。燃えました。おお。めっちゃ燃え広がるな。あ、でも結構今回ハードルが低かったんで。でさっきのボーナスステージだから難しかったんよ。なるほどな。むずい。じゃん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 。じゃん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 。邪魔しちゃうからな。邪魔しないようにこう移動するから。ああ、確かにそれは今のところはちょっと難しいかも。確かにちょっと動線が決まっちゃってるんでね。そこはちょっと難しいポイントかもしれない。てん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 パスタを茹で、刻んだトマト、肉、キノコ、魚やエビ、種類多い。そうなんですよ。もうこの辺から徐々にね、やること増えてくるんで。で、なんか、茹でるところからスタート。さっきの米みたいな感じ？そうっす。ギミック増えるんで、何がかりかな？とりあえずじゃあ俺パスタ茹でますわ。はーい。よし、ふい。ふい。何これ？ここに集積しておこう。パスタ茹でます。え、なんか、あ、トマトは茹でる。トマト2つ必要だね。あ、はいはい。あ、なんでこんなことなんだ。皿が落ちてる、ここに。どこ？あ、ほんとだ。命より大事って言われてる皿が。ナイス。いや、そのパスナイス。そのパスナイス。うまそのパスナイス。でどうすんのこれ。それ右下。右下ミス。あ、イシさん、皿洗ってもろて。ナイス。あ、なんか皿っす。ザッス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 。ナイス。適応。じゃあ、その皿洗う。あー、あれここか。これロー。あー、燃える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 。じゃあ。あ、伊勢さん、ここ、皿、皿、まず皿の上に乗っけて、そいつを。そう、その上、そう。皿洗います。いいよ。ここ、この店、皿2個しかないんで、ちょっと。不便なんですよね。そうだね。皿が結構優先度高め。肉や魚うんなん言ってたけど、トマトしか求められねえ。オッケー。優しくある。優しくある。あ、これできた。それまだですね。あの下の緑色のゲージが全部溜まりきったらできた合図です。これできてるよね。あ、それはできてます。すいません、ね、料理の話だと思わなかった。あ、OK、ね、あれ、あー、OK、できてるね。よし、たん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 ちゃーん。いいね。やっちゃバーバーバー。こういう技術もありますと。皿あります。出来上がってねえよ。生のやつ真ん中置くと邪魔になるから。あ、オッケー。あれしょぼ、脇に置くといいぞ。真ん中なんか皿と出来上がったやつだけ置くみたいにすると早い。メリメリ。よしよしよし。最悪だわ。ちょっと落ちてきます。誰が落ちた。俺が落ちました。復活。
落ちときます。あ、もう無理だからさ。そうっす、さすがに。あ、落ちれなかった。へい、そう、いいね、いいね。だいぶ慣れてきましたね。うん、てんてん。まあ、最初のちょっとね、俺も慣れませんで、最初は俺も同じような感じで経験者2人に囲まれてやってたんで、あたふたしながらやってました。てんてん。俺と岩瀬のムーブが洗練されて見えるだろうな。そうでしょうね。君も慣れるよバイト君。いや、人の動き見てないよ、ビデオで見ないから。なるほど。確かに。まず自分の動きが、はい、なんだ、三種、きれいきれい、漏れ漏れ、何が必要、何、あ、これ燃えるやつか、これいらない、え、なんで、これなんか真ん中のなんか燃えてるやつが燃やしてくるんだよ、なんかしないで、あ、意外とね。いや、これちょっと消火器が欲しいところ。ないよ。ないだと？そんなことがあっていいのか。ここはあれだぞ。腐っても料理屋だぞ。これ下落ちた後はあるんだよ。なるほど。あ、皿、いい皿があるじゃん。こんな。あ、出してるぞ。サラダ食っただけでこんな汚れるか？あ、落ちる。落ちないんだな、これが。ごめん、はい、食べた、キャベツ、サラダとか、お、サンキュー、違う、あなた、あなた違う、お、サラダいきます、よし、ナイス、あれ、サラダ、あ、サラダ全くない、はい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 、出します、ちょっと待って、切れてない、あと一発、あ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 、これだねえな、物を粗末にする、ででん、うわー、うわー、迫力が足りなかったわ、恋に迫力が足りなかった。あー、クメちゃん、え、クメさん来ました、どうも、オーバークやろ、確かに今ちょうど一人足りてないからぴったり、いやだからオーバークック、俺のパソコンのスペックで無理なんや、あ、じゃあコードネームやろ、意外とスペック必要なんだ、いや一応ね、多分ね、できんのかな、 DD いけるのかな、はい、あ、俺それ米米米米米米クラブ、米米クラブだった、ちょっと待って、あ、米で投げてもろで、惜しい、もう一個もう一個、マイクラがギリアス、一応なんかね、いけそうな気がするけどよくわかんないみたいな感じ、へぇ、もう自己責任スペック、そう、最低スペックみたいなのに引っかかってるかどうか怪しいぐらい、クメさんそんなにスペックなかったんでしたっけ、で俺はだってマックプロだよ、しかも10年前の10年前、遺産じゃなくて、なんだこれ、化石じゃないですか、化石だよ、キュウリや、ようやくスマホが化石から脱却したのに、あ、そうなんですか、だいぶ皿がいくのもある、あ、でも皿こんなとこにある、あれ、これ今キュウリ、キュウリ、魚、キュウリ、あ、どうも取れねえ、キュウリ、魚、キュウリだと、あ、キュウリ、魚、キュウリだと、あ、これ、はい、ノリ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 、水晶グラフィックがノリノリ GTX でしょ、ノリノリノリ、これ GT やん、あ、込めない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 、これ間に合わないかもしれない、米がないね、米が、まあ、待ってくださいよ、時間がないのか、あ、だキュウリ切っといてもらって、キュウリ切っといてもらって、キュウリ切っといてもらって、
キュール切っててもろて。あー、これ切る場所が。あー、これ置くとこない、うん、あー、ごめんなさい。ワンチャンある。右に持ってたの。2倍あったわ。全然いけた。ダブルスコアあった、よかった。え、コードネームやりたい？そう、4人で、4人で。いや、俺は顔出しに来ただけだけど、まあ。だけどゲームしようよ、一緒に。あ、せっかくできるなら4人でやりましょうよ。でも、サクナヒもやったから。あ、Steam っすか？いや、違う。PS4 でやってる。なんか安くなってるらしいんですよね、今。あ、そうなの？そう、サクナヒ。なんか、サクナヒ、アップで入ったみたいな話が。そうなの？なんか今 30% オフらしいっすよ、さくな姫 CM で。そう、安かった、まだ安かったから買っちゃった。やりくり、せっかくの4人でやろうよ。なんかどっかであれっすか、アプリが必要だってします？いや、パソコンがあればウェブアプリでいけるから。あ、そうなんですね。じゃあやりましょう、やりましょう。俺持ってるのは実物を。そうそうそう、ね、じゃあ探してきますわ。ちょっと一回オーバークック落とす。落としました。組は何、桜姫やりたいんだったら、まあ、いや別にどっちでもいいよ。いや、じゃあやりましょう。俺は明日仕事だから途中で抜けちゃうけど。はい、俺も終電になったら行けるから。終電になったら組の方が早いだろ、さすがに。仕事だからっていうのは明日になったってこと？ちょっとウェブアプリ探しますわ。仕事だから、いや違う、え、どういうこと？今組仕事だから抜けるって言うのか。 あ、明日仕事だから。ああ、仕事か。ありがとう。これはコードネームって調べて出ます？この仕事土曜日が休みになることほぼないんだよ。出ると思います。どれだ。あ、これか。コードゲーム、ボードゲームオンラインってのがありますわ。これかブラザー版。ボードゲームアリーナ。いや、普通にコードゲームのあれがあるよ。あ、そうなの。コードネームオンラインってのがありますわ。クリエイト、これどうやって入る、あれですか。お前はクリエイトルームですか、これ。そうで、ちょっとじゃあ誰か作って、エンターユアニックネーム、あの、はい、すごいクリエイトルームしました。多分岩瀬が買ってくれたやつに俺らがクリックすればいいだけの話。これどれだ。招待するのに、なんかジョインアズオペレーティブとジョインアズスパイマスターがあるんですけど、これ関係ない。あー、その前になんかロビーに招待するね。あ、これかな。ちょっとじゃあ変更して、なんだっけ、これか。で、こうで、こう、これでどうすか。ディサロニュープレイヤーとジョインチーム、ディサロ、ディサロ、入ったね。あー、やってます。ちょっとご利用して。セレクトランゲージオブ最近ハマった、ね、ワーズ。これクリエイトやオンカスタムアンチャーパック。こんなに選べば日本語版でやってない。ちょっと日本語版でやった方がいい。日本語版にしました。日本語版だけど、あ、いや、あれ言わせが俺、日本語版もあるんですか。そう、多分カードが日本語で表示されないと多分ゲームにならないから。ああ、一応でもセレクトランゲージオブワーズで日本を選んでるから、それでいけないかな。ああ、あなたの役割を選択し、ホストはゲームをなんとかって。あ、ホストじゃないか。ホストか。どうすりゃいいんだこれ。情報員として参加するとかになってる下が。ハイドリューン、いや、ジョインアズオペレーティブとジョインアズスパイマスターですね。日本語じゃないかもしれない。英語になっちゃってんだ。俺日本語になった。ウェブサイトの言語って日本語になったの？ラングエッジ、日本語にしました。あ、ウェブサイトランゲージってのがある。あ、ここだ。名前を押すとさ、ウェブサイト。あ、行きました、行きました。OK です。よし、じゃあこれで開始しよう。これ俺らで決めて、青か赤か、あれしないと。あ、でも、ホストが多分できるんじゃないですか。ウェブサイト。じゃあゲームスタートでいいですか。赤のスパイマスターがプレイします。プレイするためにあなたはチームに入る必要があります。あれ、あ、そっか。じゃあ俺、ん、じゃあ俺赤に。ああ、そういうことか。てかあれでしょ、赤2人青2人に分かれる必要があって、うん、岩瀬はやったことないんだよね。ナイス。
赤チームと青チームに分かれて戦うんだけど、赤2人、青2人でやりますと。はい。で、それぞれのチームで諜報員とスパイマスターっていうのに分かれて、あ、美味しかった、うまったね、赤も2人、はい。で、スパイマスターが岩瀬、諜報員が石川になってて、これどっちがどっちなんだっけ、石。マスターの方は、多分ガレード入ったじゃん。はい。そしたらカードにさ、色ついてるでしょ。いろいろ赤とか、グレー、青、黒みたいな。そうですね、ありますあります。 でそれは俺らは見えてないの、諜報員の方は。だから、ヒントを出して、その諜報員に自分の色のカードを引いてもらう必要があるの。ああ、なるほど。で、だからなんだろう、多分下の方になんか文字が打てる欄とカード枚数みたいなのがあると思うんだけど、うんうん、そこで例えば、なんだろう、そのカードの共通点、赤のカードの共通点とかを、書きつつ、それが何枚だよみたいな感じで、諜報員に教えて、その諜報員はヒントを呼び取ってカードを開けてくる。あー、なるほどね。そういう進行になります。だから例えば、なんだろう、これわかんないけど、例えばじゃあなんか大根と盆栽が赤だとしたら、うん、なんか植物にとかって出したら、あ、でこの中で植物って言ったら大根と盆栽があるから、まあ、大根と盆栽引こうかなとか、でもしくはあかぼちゃもあるから、あ、じゃあ大根とかぼちゃと盆栽どれなんだろうみたいな感じで、なんかこっちは迷っちゃうから、まあ、そこをうまくこう自分のカードだけを引いてもらえるように。ああ、なるほどね。はい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 、わかりました。大根とかぼちゃだったら、じゃあ野菜って入れれば、まあ、そこは書けないから、まあ、そういう感じで。ああ、それターンごとですか？ターンごとにヒント与えられるとか感じでいいんですか？そう。了解です。あ、じゃあ、直接じゃなければ何でもいいんですか？ヒントは。そう、直訳じゃなければ何でもいいのと、あとまあ、カード4種類あって、赤、青、白、黒ってあると思うんだけど、はい、白のカードは引いても、どっちもダメージ食らわずにそのターンが終了するって感じ。で、黒は一発ドボン。あ、なるほど。黒を引いちゃうと、その時点で、チームの敗北が決まっちゃうみたいな。だから黒はできるだけ弾くみたいな感じになります。はい、赤と青は、はい、で、まあ、青は相手のカードだから、その青のカードも、その自分チームが引いちゃったら、その時点で赤ターンは終了。青チームに回っちゃう。あ、じゃあ赤だけ引かせりゃいいんですね。そう、基本はね。オッケーです。赤か、まあ、白かな。じゃあ俺のターンですか？じゃあ、ターンは、どっち青引いたって赤引いたって終わるけど、青引いちゃったら俺のポイントになるってだけで。ああ、なるほどね。でも多分終わんじゃないか、ターン。ちょっとごめん、わかんない、この時のルール。どっちにしろターン。ああ、そういうこと、1枚引いた時点でターン終わるってこと？あのね、多分普通のカードゲームとちょっとルールしか、こう、PC 版は。じゃあこれで、ちょっととりあえずこれで。ああ、なるほど。とりあえず、これでどうすか？トイレ行く、ごめん。はい。すげえ動きたい。じゃあちょっと説明していこう。まあ、ターン、赤チーム、青チーム、それぞれ1ターンにつきヒントと枚数をセットで、まあ、石川に教えてあげて、で、石川はこの指定された枚数、今1枚って石川指定したんだけど、これに対して、1枚もしくは2枚まで取れるのね。はプラス、指定した枚数プラス1枚まで取れる。まあそれはチャレンジになるわけだけど、なるほど。まあ前のターンで取れなかったのこれだろうなとか。ああ、なるほどね。はいはい、はい、だからプラス1枚までできるから、なんかこう残り枚数見て勝つためにはプラス1枚取るしかないとかいう戦略が発生したりする。あ、なるほど、ね、だから多い方からやっていくと相手にこっちにヒントがまああるから少し有利になる可能性があるけど、多いってことは情報量も多いから見せる可能性もあるよっていう感じか。そうなるほど、了解ですって感じで。で、なんかさっきイッシーが言ってたのは、この赤で A1 ってやったので、イッシーが赤取れなかったら、一発目で赤取れなかったら1枚目で、はい、本来2枚まで選べるはずだけど1枚で終わっちゃいますよっていう話をしてたんだと。へえ、その辺やっぱ考えながらやるんだ。なるほどね。で、基本1はね、やばいね弱いっすか。2以上で考え、なんかその共通点が1個もなかったってことになるから、うん、考えても、うん、基本なんか2つは最低共通点探したいとこ、ベース2つで進んでってチャレンジングなところで3個4個の共通点を思いつけばいいねみたいな
感じだね。でもそれその中に青も入っちゃうと相手の得点になっちゃうんじゃないですか。あ、そうね、青も入っちゃったらやばいから、まあそう引っかからないようなうまいやつを考えるわけだけど、あーなるほどね、うん、1はね最終手段感ある。なるほど、あ、じゃあまあ分かりました、大体分かりました、はい了解です。あ、石川はせ、あ、そういう感じね。あ、違う、違くて、このウェブアプリの仕様は、あ、クメ入ってる、うん、入ってねえわ、うん、あ、説明してはいるけど青チームの情報員に、うん、クメは、なるほどね、はい、じゃあうまくやる必要があるのか。そうだね、おお、これなんか打ち込めるの面白いね。うん、基本はあのなんだろう、打ち込める、なんかね、スパイマスターはね、ミュートでやってるね、パソコンだと。ああ、なるほどね、あ、これ当たったとかって言っちゃうと、はいはい、なんかまたそれは違う、そうなんか推測になっちゃうから。あ、なるほどね、まああんまりリアクションしないでスパイマスターの方は、そうだね、基本的に対面でやるときもなんか喋っちゃダメだし反応もしちゃダメだから、なんか後ろ向いて笑いをこらえるみたいな、修行になっていく。いや、俺このゲーム最近すげえやってんだよマジで。あ、俺がヒント、あ違う、君がヒント出すのか。難しいなこれ、どう出せばいいんだ。いや、これ先にスパイマスターじゃなくて先に諜報員やればよかったな。いや、まあいいんじゃない。これね、人数が増えると面白くなるよ。そうなんすか。諜報員が3人くらいになるって、1人だとさ、なんかさ即決できるじゃん、うんうん、3人だと、いやこうじゃねえとかいう謎の推測が発生して、それが全然違くてなんか意味わかんない方向に飛躍して、へえ、なんやねんみたいになる。俺だったらなんかカレーとか出したら、インドとかぼちゃと、そう、インドとかぼちゃは開くかな。前めっちゃ友達した時にクソ面白かったのがあって、なんか漫画みたいな、で、なんだっけな、なんかね、なんか巨人と星があって、なんか星じゃねみたいな、巨人の星じゃねとか言い出して、いやこいつ巨人の星なんか知らないだろみたいな。で、そうだね、そのスパイバスターがどういう知識を持ってるか、そうなかなかでなんか星取るみたいな。あれ。だってファミレスさん。ああ、なるほどね。ファミレスさんとかやるんだ。もうちゃんと見てないからわかんないんだけど。これは。ああ、そういうこと？ 3？ 3ってどれ？もう3つ目どれだ？ああ、そういうこと？ここだと思うわ。あー、なるほどね、うん、ボケる要素もないからこれ。そうだよね。あれ、え、あれ違うの。あれ、あれ、あ、じゃあ取る順番ちゃんとそれっぽいやつで取ればよかった。あー、なるほどね。オッケーオッケー、超適当だった今。取る順番確かに大事かもしれないね。なるほどね。じゃあもう一個どれだ。え、なんだろう。俺じゃあこれ途中で終わっちゃうのこれ。あ、そうで、あのね、スカを引いちゃったり、相手札を引いちゃうとその時点で終了。いや、ミスりました、すいません。ちょっと待ってね。あ、っていうのも本当は言っちゃダメ、ミスりましたみたいな、っていうかルールをちょっと。あ、なるほどね。相手のチームとか白を引いちゃった時点で相手のチームもあるよ。はーい、把握です。あ、そう、はい、だからなんかあえてこれどう、今回は無理だけど、次で取れるって。あ、そっか。インドあるじゃん。あ、そっか、インドあるからダメなんだ。お、さすがにそれを検知する機能はないんだ。そうだね。へぇー。暴れられるね。例えば、なんか、タイムだから、時計とか、時間とかもダメだし。そうだね。あとなんか、木綿だから木とかが入っちゃダメとか。そう、あとは鍵だから木とかさ。そういうのもダメ。あ、そうなんだ。はいはいはい、了解です。でもなんか、あ、インド3だとして、俺インド以外なんかあるんだよな。インド3だけどな、俺的には。インド3どれ。いや、これはこういうゲームでしょ、多分。こういうなんか、その想像力のゲームどうでしょ、多分。
なんだろうな、想像力を働かせてください。頑張って。やっぱあれだよ、インド映画踊り出すからコンサートでしょ。ああそういうこと。あ、回転とかじゃん。回転とかで。そうなんだ、そういう感じね。はいはいはい、全然わかんない。あれじゃない、クイーとかいそうなイメージある。クイーないか、あれじゃない、コロンブスじゃないの。コロンブスじゃ、コロンブスっていいんだろ。いやだからインドを巡ったでしょ。じゃあ、あ、そうだろ、知らない。よく知らないけど、これ何、なんか何チェックマークついてんの。何、あ、これなんかね、候補で普通にやるときはなんかそんなんできるんかい。ああ、チェックマークがつけられるんですね。あ、でもまあ、あ、ごめん、でも、でもあれだよ、聞くもう一人だったらさ、別にそう候補とかないから、まあおっと、あー、まあ、そっかそっかそっか。超多い、超多いが何人もいるとってことね。そうそうそう、はい、じゃあとりあえず、まあ、インドは引きますけど、はい、回転ブブコンサートだって言ってんじゃん。コンサートかなぁ。インドってヒント出してインドだけって多い。確かに。もうおもろすぎる。普通のお手つきみたいなとか。マジでわかんないんだけど。おもろいね。なるほどね。オッケーオッケー。これちょっと難しいね。だからなかなか難しいよ。だから3とか出したら結構強いよ、正直。2がデフォルトなんですね、基本的には。2はまあデフォかな。3以上出したら結構頭いい。あ、ちょっと分かってきましたわ、このゲーム。ちょっとでもなんか例えばなんかね、よくあるやつだとやっぱあのアニメのキャラとかはだからよく出るね。なんかドラゴンボールとかやってさ、実はビッグバーアタックじゃねえか。これね、世代が違う人やると面白いんだよね、きっと。同年代でやると共通の知識があるから。うん、あとはいろんな学科の人が来ると思う。お面のハンカチーフだと歌ってやるみたいで、コンサートつなげてこう。あ、そういうこと。ね、ライドメモリーとか言って、あ、松の聖子行けんじゃない？あれ合ってる。あ、そう、なるほどね。そう、いや、わかんねえだろそれ。あったとしても。わかるかも、ね。いやー。俺もだ、例えばさ、かぼちゃとジュースだったらさ。これもうだって医療従事者がもし止まっちゃった、あの、その相手だったら俺カリウムって答えるから、ね、カリウム2とか言うから。かぼちゃってカリウムのあれなんですか。かぼちゃめっちゃカリウム多いんよ。へぇ、知らなかった。あれ違う、確かそのはず。うん、なんか今日小学5年生までのなんかクイズで300万円取得するみたいなクイズ番組見てたんだけど、かぼちゃってなんか緑黄色やつらしい。あ、そうっすよ。そうだよ。なんだっけあれ、なんだっけあれ、あれがいっぱい入ってるから、あれ、あ、ビタミン E。 ビタミン E だっけ。ビタミン E は結構いっぱい入ってるかぼちゃに。なんだっけ、 何かがいっぱい入ってると緑黄色野菜って言うんだよね。あ、まあ、ビタミンじゃないの。ビタミンか、わかんないけど。あとは食物繊維。あ、わかんねえ。食物繊維だって芋とかもそうだから、まあ多分違うか。まあ、あとはなんか色素じゃないの。色素か。まあ、緑黄っていうくらいだから、まあ黄色いですからね、かぼちゃ。緑だし、外皿緑だし。なんかアメリカとかでできないかな。時計台、摩天堂、タイムみたいな、タイムズストリートみたいな。なんか、東京タワーとかいいんじゃないの。ちょっと東京タワー、あー確かに高いやつ連想していったんじゃねみたいな。いや、もっと賢い言い方をしたい俺。あ、待って、俺ダメだ、それじゃダメなんだ。へえ、プロを引かせないようにこう狭くね。逆にね、なんか黒絶対引いてほしくないから、なんとかゼロって出す時もたまにある。うん、俺さ、摩天楼ちゃんと把握してないんだけどさ。摩天楼ってあれでしょ、なんか高層ビル。高層ビル群。あ、高層ビル群のこと摩天楼って言うんだ。うん。あ、
まあ、イメージ。ヒーローの摩天楼スカイスクレーパーで。ああ、ですね。ありましたね。スカイスクレーパー。スカイスクレーパーがあって高層ビルだもんね。攻撃力1000ポイントアップする。そう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 。鈴原アルル引退するんだね。ああ、そうなんですよ。急に。え、わかんない。なんかその詳しい情報は6月30日になんかお知らせしますって言ってた。え、6月30日をもって引退するのに6月30日お知らせするんだ。そうっす。ってことは声かなんかがもしかして。いや、わかんないっす。詳しいことは。その時に。めちゃめちゃやる気あったじゃん。なんか。ああ、なんか何なんでしょうね。なんか忙しくなったかは。ストーカー被害が。終わらなかった。ああ、その可能性はまあゼロじゃないですけどね。いやーね、こわ、なんだろう、チンザ、どういうこと、チンザどういうこと、どういうこと、どういうこと、チンザしてそうなやつ探せってこと。チンザどういうこと？チンザ結構悩んだ割にわかんねえのきた。クイーンは一個思ったんだけど、チンザってなんだ。チンザに相当相当でかいか相当偉いかだ。チンザってどういうこと？ドープですかな。ん？なんだろう、チンザドープネスがラップとかになるのかな、そういうことな。全然言うと、で今さ、クイーン行ってみるか。とりあえずクイーン行ってみよう。ああ、まあクイーンはね、クイーンはね、なるほどね。あとなんだ、チンザ。何チンザ、チンザってなんだ。待てるのだから、それこそやっぱチンザドープネスじゃないですか。どういう全然よ、マテンローじゃない、チンさん、マテンロー、なんで逆になんで、そこにハワイじゃない、もう座ってるからもうソリにしか見えない。あー、なるほどね、機械にソリしか入ってない。いいか、あー、なるほど、ソリか、バリエルで、まあチンザってなんかさ、タイムじゃない、相当偉い、なんかタイムを、ん？タイム。俺のイメージってもチンザってなんか相当でかいか、そこに、うん、他になんか周りになくてめっちゃ威圧感ある姿がみたいな。ああ、そうっすね。静かに鎮座しているみたいなのありますもんね。それでいいじゃん。よし、俺取り行こう。それでいいじゃん。おお、いった。やったね。絶対違うだろ。終了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 。あ、待って、ジュース選んできやがった。いやー、待ってー。そういえばできた。あれ、これなんだっけ。選択した枚数字プラス1枚いけるんだっけ、確か。そうそうそう、思い出してきた。いいじゃん、あと4枚、うん、じゃあ頼むよ、ガレード、これガレード。あーこれなー、あともう一人くらいいると面白いんだけどな、やっぱ。確かにそうなんだよね、なんかすごくやりたいんだけど、てかそれこそさ、これ別にアプリ必要ないからさ、みんなやりたかったんだけど、これ多分あれじゃない、アプリとかいらなくてみんなでできるし、ボードゲームやろうぜみたいな、ネットボードゲーム会しようとかって言えば多分伝わったと思うよ。なるほど。なんか何人までできるとかさ、多分わかんないと、なんかこう内輪でやる感じになって、なんか入りづらいみたいになるから、あとはもう個別に声かけるか。これあとさ、なんか結構いろんな人が混じってるからさ、か発言しづらいのかもしれない。固定になってくるとね、余計声出しづらくなりますからね。そうそう、だってもう俺ら以外だと、あと飯島優香しかいないし、発言してるやつ、トシキぐらいじゃないですか、時々トシキみたいな。確かに、パトケン、へ、え、ぇ、ー、
これ喋る感じのやつだと P ちゃんとかはきついだろうし。確かに、ね、まあ慣れてるメンツだったらいけるけど。これどうやって共通点探すのマジで。うわぁ、お前も鎮座してさっきの鎮座みたいなのが必要ってことでしょ。鎮座しとけ。斜めからの攻めが必要だぞ。なんかしゅんさんツイートしてるよ、空気階段の細い方チックに似てない。だって空気階段なんだっけ。福原ルル引退は結構衝撃だな。まあ、キリュウここ引退も結構ですけどね。若干似てるじゃん。ここはもうわかんない。確かに雰囲気似てる。雰囲気めっちゃ似てる。髪型や。あ、これで行こうかな、これで行こうかな。雰囲気めっちゃ似てるな。こうじゃ、これどう。あ、いいんじゃない。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、いいんじゃない。これどう。そしたらこれでしょ。あと、これか。あと、ファイン、ファイン。あとなんだろう。なるほど。あとは、大体ぶつかるな。これか。そしたら、あー、じゃね。あとは外伝っぽいのないよね。あとなんか実体あるもんね。いきまーす、タイム。は？違うわー。いやーなるほどね。グリーンも時代、グリーン色っていう概念じゃない。じゃあ、あ、そういうこと？あ、じゃあメモリーはグリーンか。ビッグバンって概念か。まあ概念。概念じゃない、この中言ったら。だってあれだって事象じゃね。概念って何？始まったか。まず概念が何かの哲学から始まるんだこれ。コードネーム、こういうまずその言葉って何みたいな。かしこ。楽しみ方かしこ。タイム概念だろ、時間は。いや、タイムは概念っすわ、確かに。それは私がある、ごめん。それは概念だわ。いやー、タイムはそっか。俺大根の横にタイムあるから、俺野菜の方のタイム出てしちゃうんだよな、それ。野菜の方のタイムがまず俺出てこないぞ。なんでそれ。タイムっていうあれがあるんですよ、植物が。なんかこう、そうっす。なんか聞いたことあるの。そっち出てきちゃうんだよな、俺。学が違えよ。はい。なんかたまにゲームで出てくるやつね。あ、ゲーム出てくるんですか。なんか俺、でもスタディーバレーでなんかそんな感じのやつあった気がする。すげえ育つの早いけどめっちゃ売れないみたいな。安い。知らんけども。そうなんですね。いや、嘘かもしれない、全然わかんない。いやー、なるほどね。いや、まあまあ、ちょっと最初は練習等で、ここは一つ。確かにね。結構諦めずに、なんか連想させようとしてくる動画がいいね。何悲劇にって。え悲劇にどれだろうな。えわかんねえ。全然わかんない。悲劇にどういうこと。もうそのくらいふんわりいくんだっていうか、逆にコンサートで撮ってるじゃん。あ、殺人事件的なことですか。えコンサートえ全然わかんねえ。どうしよう。ジュースはいいじゃん、ジュース。どうしよう。全然か。悲劇のジュースとりあえず飲んどくか。とりあえずね。とりあえず悲劇元気のジュース飲んでからの、なるほどな、どういうことやで、ね、ジュースがこぼれて悲劇みたいなね。まださ、こうさ、カエサルとかさ、その辺がいてくれたらさ、わかるけどさ。うまく想像させるのが難しいんだ。悲劇ワンでしょ。ん？
じゃあ俺ら悲劇の産物ってこと。そういうことになりますね。ビッグバンだと思うけどな。そうか、割とリアルに俺ビッグバンコンサートホテルどっかはと思ってるよ。なんかなんでだよ。なんかおしいだろ、そういう歌とかを流してる。あ、オルガン、いや、まあオルガンはちょっと思った。オルガンはちょっと思ったけど、メモリーもちょっと思った。いや、メモリーはでも概念だよな、絶対。確かに概念と被るな。概念と被るから、じゃあ違うかもしれないね。いや、俺は、俺の勘はオルガンって言ってるからオルガンにするわ。すげえ。やったぜ。おマジか。あとなんだろうな。オルガみたいな、あの、そういうこと。俺は絶対違う。さすがに分かりづらすぎるし、オタクが過ぎてるから無理です。俺にはいや、悲劇と、いやそこも、まあ、そういう感じなの。違うらしいです。なるほどね。コロンブスってそんな悲劇の人だったっけ。わかんねえ。まあでも、あ、でもこいつめっちゃ性病広めてるから、こいつのせいっていうこと。あ、それマゼランだ、それは。あれ、どっちだっけ。そうなんか、あれ、世界一周したのってマゼランだっけ。あ、でもインド、確かに。うわー、待って。そうだ、コロンブスはアメリカ大陸。うわー、マジでさ、マゼランがもう最悪の人物があいつ。マジでさ、性病を世の中に広めた、世界中に性病を広めた元凶。まあ、マゼランの一味がね、やばっていう話を聞いたことがある、俺は。そうなんだ、知らなかった。いいよ、俺次絶対メモリー引くから。どんなお題が来ようとメモリー引くから、その前提であれだっていいよ。なるほど。梅毒を広めたんだっけ。なんか梅毒について調べたらマゼランって出てきて、なぜみたいな記憶が、なんかの性病を調べたの。あれ梅毒だったかな。あ、ちなみにちっくんに教えとこう。阿部貴博梅毒になったことがある。へえ。あの、まじ言ってもの。そう、なんか金庫に鉄を刺したらしい。そう、痛かったって。鉄を刺した、鉄の棒の治療のためにそう、痛かったって言った。ウニも出るし最悪みたいな。あいつやべえ、おもろすぎなんだよ。なんかよくわかんねえけど、同期に嫌われてるし。同期っていうか、同じ学校卒業した同期に嫌われてるし。クソおもろい。なんだこれ。いや、ちょっとわかんねえ。でもこれスパイマスター結構おもろいけどね。あー、わかる。いやー、情報員は出来が楽。もう情報員は好き勝手言ってこれでミスったらスパイマスターの戦利器。これでこれでそれどういうこと。これでこれ2単語だろこれ。あ、これ2単語だし、動画だし、もうこれ2単語になるんだ。なるほどね。はいはい、わかりました。いや、わかんないけど、だってスーパーとアウトドアやん。形容詞くっついとる。スーパーアウトドア、スーパーアウトドア、アウトドアわかんないでしょ。アウトドアなんだよ。これとこれでしょ。スーパーアウトドアレギンスっていうアイテムがある。いや、もうスーパースポットゼビオの1個は一個は俺分かったよ。でもちなみに今の言わせので、ジャンパーか。あ、ジャンパーか。え、ちなみにその何2つの何か形容詞をつなげるっていうのはなしなんですね。え、なんか1単語じゃなかったっけ。違ったっけ。なるほどね、了解です。それだと推測できる幅が広がっちゃうからみたいな感じがしなくて、なんとかなんとかはあれ。それ俺も把握してなかった。前あれだよね、個人でやった時は結構好きほどやってたってことですけど、はいはいはい、あんまそれしか記憶なかったから。
この本のコードネームのルールブック引っ張ってきた今。とはできれば一単語で、なるほどね。単語一つだね。マジスーパーがわかんねえわ。例えば。スーパーってなんだ。スーパーで普通的な？ダイコン的な？例えばこれはちょっと無理かもしれないなどと言ってはいけません。ヒントとしてテーブル上で見えているコードネームのものを見ることはできません。スーパーってなんだ。あれちなみになんかこの中に暗殺者っていうカードが1枚だけ混じってて、あ、それ黒だね。そう、それを引いちゃうと問答無用で負けみたいな。はいはいはい、そうそうそう、それはある。でもこれ 5-2 とかになったらもう1ずつ引かせていけば実質勝ちみたいなところありますよね。アウアーからすると。そうはね、アウアーからしたらね、まああんま攻めですよね。なるほどね。だからちょっとまあとりあえず 2-2 くらいで引かせていって、でもその1枚だけを指定するで、そのワードを使わないみたいな結構むずいか。おお、なるほど。だなんかそれこそなんだろうな、まあ野菜っつったってかぼちゃ大根あるし、なるほどね。最悪なの来たな、はい、まあ、さっき話題に上がったからな。そう、そういうのもね、あれ、あのこっちで話題出したからなんか当てるつかみたいな。宝刀とかさあるじゃん。大人げね。宝刀とかあるじゃん。あ、待って、俺じゃあ分かった。ジャンパーとグリーンは引くわ。あとはなんだ、うん。ジャンパーとグリーンは引くから、それ以外で出してほしいわ。あ、なるほどね。岩瀬にね。とりあえずこれは岩瀬が何と言うと俺は引くわ。はい。っていうエッセージ出しとくわ。岩瀬が何と言おうと引く。おもろすぎ。諜報員がすげえ立場高くなってんの。いや、今までの多分その概念とアウトドアから、まあ、ジャンパーとグリーンは引きますと。うん。なるほどね。だから、なんか、そうだね。どうする、上着ゼロとか来たら。上着ゼロって来たらジャンパーじゃないんだねってことね。うん。あ、久米さん、もう一個選んでもらっていいですか、それか終わりにするか。それか終わる。あ、ストーリー、忘れてた。迅速終了。まあ、確かに今、勝ってるから一個選んでもよかったけど。いや、でもドボン引いたら終わりだな。いや、ドボン引いてもそれはそれで一強って。いやそう、そういうことだよな。やっぱ、満身しなきゃやってるな。名前から楽しんじゃってるもんな、久米は。そう、久米を、うん、こういうのはってこういうのは暴れたもん勝ちだから。え、じゃあやだだけ、ね、こうしとけばいいっていうのが、ミュートで笑ってんの、なんか悲しい。ミュートでお前らの会話聞いて笑ってる。暴れる枠欲しいよ。なんだ、自然でしょ。伊村山とか。うわー、どうだ、大根盆栽まであるか。大根盆栽まであるか。ケーキ伊佐山とか欲しいんだよ。大根盆栽あるか。ケーキ。あ、ケーキっていうヒント出したんだっけ。盆栽か。自然。自然4。木綿じゃないのか、普通に。あ、マジで。大根も自然じゃないのか。大根もめんか。いや、大根もめんか。ごめん、大根もめんか。いや、大根もめんか。いや、ごめん。あ、大根もめんだね。いや、これ俺が悪いわ。いや、わかんない、俺もだから気楽に好き勝手言ってるだけだから、そんな追い詰められたらちゃんと想像できないもんだから、こういうの。いや、引いたカードをクリックすると何を引いたか見れるよ。ああ、もともと何があったかってことですか。そうそうそう。なるほど。こんなおしゃれな機能がついてるのに、単語言ったらダメみたいな、ない。そういうの。やっぱそういうのは、あれか。でも、それをやっちゃうと、こう、なんだ、幅が狭くなっちゃうからあえてやってないとかもありそうだ。うん、容認できる。そこはローカルルールでやってくれって話だ。そうそうそう。残り1枚で何でそんなに悩んだ。
ういうことやね。もう、これ俺分かった。連想させないゲームになってる。どういうこと？ちなみにこういう単語もありなんですか？いやー、だからそういうことでしょ。微妙じゃね、分かんない。いや、いいんじゃない？まあ、五感。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。五感でしょ、これ。つまり。俺分かってよ、これ。多分俺と岩瀬分かってる。あ、岩瀬はもうあれだけど。まあ、そうっすね。分かったの？俺分かったよ。嘘やろ？もうこれってやつしかない。いや、でも俺、一回これスパイマスターやったから、大体どういうゲームか分かったわ。うん、それでいいね。え、分かんないんだけど。マジで。うん。これかなって思うやつ。じゃ、一回全部読んでみ？いや、こうやって、あれで頭文字とかでダメだよって。頭文字なんじゃないの？じゃないよね。いや、頭、わかんない。そこのルールを把握しない可能性があるからね。だから、そんなわけねえよなと思って。いや、やってみたらやつ、それ。いや、これでこいつが黒だったら。やばすぎる。やってみるか。おい。よし。はい。いいじゃん、だから。え、それはダメじゃね？いやー、ちょ、ごめんごめん、なんかそこをいまいち理解できないわ。その俺意味が違うから、うんうん、待って意味が違うから俺ありなんだと思ったんだけど、そうそうそう、あー、うん、どうなんだよ。ごめん、大根もめは引けたわ。なんかスプレッツ別、あー、なるほどね。あ、最後の1個とかだったらちょっと微妙かな。なるほどね。なるほどね。あ、その辺ちょっと分かりましたわ。空気感のすり合わせはちょっとそうっすね。あれだわ。まあ、わかんない。それは、サウスルールだね。まあ、なんか、みんながいいんだけど。いや、もう、次、行きました、行きました。わかりました、わかりました。俺が完璧な人だ。あ、そうする？わかりました、わかりました。いや、俺もう、これもう勝ちます、次。勝てます。クメちゃん、スパイマスターやってよ。あ、でも、ベルトとベッドとベストの3枚のヒントとして、ベー3枚とか、まあ、微妙みたいなこと書いてるから。あ、なるほどね。OK です。落ちました。これは厳格なルールっていうやつに入ってた、うん、じゃあ、まあそれはあれにしよう、それなしにしようじゃあ。 OK です。 OK。 ヒントは言葉の意味に関するものでなければなりません。分かった。じゃあ他を読みます。言葉を構成する文字やテーブル上の位置についてのヒントは使用できません。五感マスターだったからな、この前。イギリスのヒントとしてリスは使用できません。あー、なるほどね。ただビタミンのヒントとして C1 枚のヒントは有効。あー、言葉の意味に関連していれば。ビタミン C、 あー、 C でいけんのかな。じゃあ何、俺マジじゃなくてマジでとかにちゃんとすればまだ良かったってこと。まあそうじゃないですか。マジでっていう意味で俺マって使っちゃったんだよね。まあ、分かる分かる。うん、と、いや、しかもたまたま頭文字一緒だった。マジで意識しなかった。うん、まあ、そうだろうなと思ったよ。それが良くなかったってこと。 OKOK、うん、はい、まあ、確かに。あ、そっか、俺が、そっか、俺が忘れた。OK です、OK です、はい。いいぞ。もう、久しぶりにやるから。光ってきた、目が光ってきたわ。しゃべれる、しゃべれる。情報員側だとどこ見ていいか分かんないのかな。これ、恐竜とドラゴンとかさ、困っちゃうね。これ、お互いで分け合ってたら困るよね。それかどっちか黒とかね。そう、眼鏡くっついてる。ちなみにね、最後にね、実はこれ無限っていうのが合ってたから、無限で逆転狙うっていう手段もあるね。確かに無限前いうのを見て思い出した、これを、この画面を。さあ、大体でもね、なんか裏、大体どういう配置なのかをね、想像しながらやるのが肝心ですね、これはね。自分の色のってこと。そう、自分の色のってこと。どれが白で、どれが黒で、どれが赤で、どれが青かをちょっとなんとなく考えながらやる。想像できるかよな。あ、でもあれか、そのヒントの出方から。そう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 。確かに確かに。ミコ、もうこの時点でお前それ考え始めてるのかと思った。いやいや、さすがにね、まあ、なんかそういうのがあるだろうなっていうので。そうだね。そう、ヒントから予測するっていうのが、ね。スパイマスターの気持ちになる。そう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 。はいはい。なるほどなるほど。確かに大事だ。もう俺その域まで来てますもん。もう2回目にして、もう2回目にして、もうこの息、ね、参りました。絶対持ってないでやんの。参りました。いや、もう一泡吹かしてやりますわ、もう。
よーし。この一つ目のね、ヒントって結構ね、枚数多いからね、最初ね。とりあえずこれみたいなので来るのか、どのくらい攻めてくるのか気になるな、このイッシーさん。あ、いや、ちなみにね、先行の方が1枚取らなきゃいけない枚数多い。あ、そうなんですね。あ、まあ先行だからとか。右上9で左上。俺があれか、俺がヒント出す側か、今。あ、そうだね。なんか、石川が出すもんだと思う。なるほど。入力欄か。RG？楽しみだなスパイマスターからの指示。なんてさ、味方にプレッシャーかけてくるんだ。おかしいやろ。すげえ楽しみ。ああ。指示待ち人間。ちょっと待ってね。うん、いいよ、いくらでも待つよ。質の高い指示が来るならば。質の高い指示わかんない。ちょっとじゃあ、やってみるか。やってみるか。余った。こっち、先にこっちにしよう。無難なのか、ここ。無難あ、とか言ってくるのか。そう、こういうの言っちゃダメです。あ、すごいすごい。こういうの言っちゃダメです。こういうの言っちゃダメ。こういうの言っちゃ反則です。おめでたにしとけ、お前。そうだよ。これ何これ、ね、指マーク、さっき石川がチェックつけた。あー、なるほどね。カードをクリックすれば、チェックマークがついて、で、指マークを作れると、もう選択。選択というか、それを引きますっていう。カードを選ぶと、なんと、カード、あ、こういうことか。カードの皿のところをクリックする。そうです。ってこれ、何クリック、カードの皿、指マーク、あ、ごめん、なんか指マーク出てくるよ、自分のターンになると言わせる。はいはい。カードの右上の方に指マーク出てくるんだけど、それを選ぶと、もう選択になっちゃうから、その指以外のところをクリックすれば、こっちが。なるほど、なるほど。はいはいはい、了解です。全部もらった。いや、もう、あれでしょう。これはもう、俺で、久米さんの気持ちになったら、久米の気持ち。だったらもう2つしか選べないね。これで2つって言われたら、これとこれってなりますね。いやー、俺さー、いや、まあね、カードゲームだからこれはいいんだけど、とりあえず行くか、これは。俺、中身そんな詳しくないんだよね、ここね。まあでも。あ、でもそうでもないわ。いや、そうでもない。俺、二択で迷う、これ。これ、デュエルマスターズだもんな。これ、カードゲームじゃないもんな。え、あー、カード全般のことを指してないってこと？そうそう。なるほどね。あー、確かにね。いいよ、もっと言わせ、俺にヒント出してくれていいよ。デュエルモンスターズだったらどうなるんだろうね、逆に。いいよ。デュエルモンスターズ。早く。そう、本当に。わかんないよ。わかんないよ。あ、ゲーミングの方で喋ろうぜ。あ、でもそれだと この人たちの会話聞こえないからダメだ。あ、そうそう、あ、なるほどね。マスターそれはね、いや、それね、多分ね、この人たちの声が聞こえないからね、微妙なんよ。確かに。そう。ああ、そういうことね。俺とリコチでコミュニケーション取りたいって話。そう。はいはいはい。そういうか。それなんかどっちも聞こえるようにとかできないのかね。なんかお前ら個人チャットで米出せば。いやー、なんかこれな気するんだけど。まあ確かにね、そこは迷いどこではある。あ、でもね、ねえ、こうなってきますね。そこも迷いどこではある。そうですよね。なんかこれ遊戯王とかだったらなんかこれとかもさ気になってきちゃうんですよ。私、俺デュエルマスターズあんまり知らないからな、俺もそんなに。俺もわかんねえんだよな。まあ、なんだ、遊戯王もブラックマジシャンガールぐらいしか知らないんだけど。あとカードゲームっていう点でいくとハンドも気になりますよね。あ、もう確かにね。決定でね。そう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 。もう行くわ。おー、あ、これね、チェック消えないもしかして、このカードね。よいしょ。まあ、終わりでいいか。うん。なるほどね。かわいい石川くんのターン。はい。どういう攻め方するのか。ここはね、
そうだね、今はもうカードゲームだとハンドに行っちゃうけど、デュエルマスターズって書くことによってドラゴンを選ばせることができるっていう高等テクニックですね、これは。恐竜って感じじゃないもんな、デュエルマスターズはな。まあ確かに、カタカナって感じするもんね。うん、のっけから4とかで攻めてこないかな。のっけから4だよ。結構そのこの前やった時、イッシーと俺とあと科学類の残り2人で、まあ4人でやリアルで集まってやった時に、はいはい、結構そのドボン引きまくった時があって、あ4とか結構相当ふんわりさせないといけないからな、4って、うん、4でちょっとずれた解釈でうわそっち行くかってもうドボンってそうっすね。その時は途中でミスったら止まるとかだなと。こう、ああってことは、まあ、サッカー関連ってことなんですよ。ってことはまあ食事系は関係ないから、あこうまずちょっとこの辺でしょ、サッカー関連、まずは気になるものを洗い出す、まあ、まずね、これまずガレードチェックつけて、そうガレードチェックをつけます。カレーとかどう？ええまあこれまずこの4つじゃないですか。まあ、フランスはちょっと遠すぎるから。カレー。いやないです。イエロー。いやカレーあいやいやイエローはそんな頭悪くないですよ。とりあえずこれいくじゃん。プレーとかも黄色い。とりあえずこれいくじゃん。で旗とジャッジなんですよね問題は。まあ、でもジャッジかなさすがに。あいや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 もしかしたら違うかもしれないね。まあ確かにね。でもこれで旗だったらまたちょっと話変わってきますね。だってもうそれだったら3って言うもんな。さっこれでイエローカード3とかだったら俺旗引いたもんな。うん。でも旗あイエローカードってでも旗使う？いやイエローカードから推測してほしいってことでしょ。だからサッカーでもよかったけど。サイドブラック。そう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 、サッカーだったら何になるんだろうね。でもなんか増えちゃうのかなサッカーと。いやいいね楽しいね、自由に自由に推測して。速水も小道に、ああなるほどね、そういうことか。いやこれはまあ、あと一個何、まあ、とりあえず行っちゃうか。もうここそうだよね、速水も小道といえばオリーブオイル。そこもまず行くわ。あと1個何？ハニモコミチって何？いやー。ちょっと待ってな。右上か潰しくはメガネ違う、フランス違う、靴下違う、スリップ違う、恐竜違う、ラジオ違う、太平洋目、魔女、屋上、エリ、レース、サケ。ちょっと気になります。俺もサケちょっと気になりますよね。この流れだとサケ気になっちゃう。チェックつけといて。スプレー、カレー、塩じゃないですか。カレーもあんまイメージなくて、塩もちょっとわかんないなって感じなんだよね。なんか早見もこみちで来るならカレーよりは塩派なんですよね。でなんかあの調味料、いやでも塩、ワンチャンカニ、カニ、え、あのコーナーでカニとか使うの。いやでも早見もこみちはおしゃれなイメージがあるから、カニ使った料理とか鮭使った料理とかしそうじゃないですか。サーモンカルパッチョとか。そう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 。サーモンカルパッチョでしょこれ。本当か？はい、もこみち鮭、あ、まあなくはないか。いや俺三択で一つに絞るの難しいやな。あ、今三つこう出てきちゃってってこと。そう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 。いやね、カニ連想させたくて、いやでも鮭連想させたくて、早見もこみち結構バグってんだ。早見もこみち1だろ普通に。いや2持ってきたってことは何かしらのあれがあるとでしょ多分、ね、いやいやでもその2個目がさ、あのギリギリのところで競ってるよ。もうそうっすよね、同じハードルのところで。え、でも俺決めるとしたらあれかな、言わせならあとで行く。いやそれは言わないようにします、ヒントになる気がするから。分かった、でもOK OK OK OK。まあまあ、逆にね、俺分かったわ。あれはじゃあ、オッケーオッケー。あ、あれがモコミチ。あれモコミチ、ワンモコミチ見っけたんで、ちょっとあれ引かないようにしよう。うま？デッキドラゴン、ハンド、ジャッ
ジン、あ、違う、デッキ、あ、違う、デュエルマスターズイエローカード早めコミュニティしてきたでしょ今のところ。まあ今2だからな、言ってもなんかそんなにめちゃくちゃヒント、他のカードが分かるようなヒントじゃないからあれだな、まだまだだな、中盤戦以降だな、やっぱりこういうゲームは。序盤は様子見っていうと、ここで2位やってたら結構美味しいですからね。ああね、いや本当ですよ。4、6でしょ。いやもうちょっと、もこみちナイストライ、もこみちナイストライだったよ一言も喋らんから。ミスといたんだけど、まあね、この返答できないからね。そうですね、あいつはきっと裏で笑ってるはずだろう。一人で笑ってるあいつは、もこみちいけるっしょって言って、いけた。茹でる、はい、茹でるね、茹でる。ちょっと待って。おいおい、これもこみち、もこみちよって、おかしい、おかしい、俺もこみちだと思ったのに。おいおい、ちょっと待ってよ。そう、俺ももこみちしようと思ったのに茹で、これももこみちになっちゃったけど。あれ、あれ塗り替えてきたよ。さあ考えよう。あ、ここ、ここ、ここだけど、あれ靴下、スリップ、レース、ラジクトスの、あれって煮込む。そうですね、俺もそうだと思うんですよね。だから、やっぱこれとこれだと思うんだよな。さすがにこれ以外選べない、これ。でもなんかさっきのモコミチな、待って、じゃあモコミチ何なの？モコミチ何なの？お、仮にここのここだとしたらモコミチ何なの？待って待って。ちゃんと組んでたりする？俺知らないけど。いや、組んでないと思いますけど。モコミチ何？モコミチなんかレースが出たりしてる？モコミチ、俺でも他にちょっと待って、茹でる、待って、ちょっともう一回考えよう。茹でる何？ちょっとモコミチが足引っ張ってんだこれ。モコミチ何だったんだ？で魔女がさ、鍋茹でて、なんかさ、ぐるぐる混ぜて、なんか、別に何を茹でてるわけ。それかなんか顔がフランスっぽいから、フランスとか。え、もこみちの話してる？もこみちの話してる。鼻高えかな、フランスみたいな。そういうこと？いや、でも俺、ちょっとこれ以外いけないわ。俺取れなくても、文句言えるな。よし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 、いやー、ナイス。いや、マジか。もこみち何だったか気になるな、マジで。いや待って待って、いやこれカレーだった説あるな。どうした？ああ、なるほど、確かに無難に、確かに。もう料理系ないもんね。まあそうっすね、うん、カレーだったと思うけど、こう確かに。さあ、さっきのあれが巻き返せますね。そうそう、これカレーはウィッチャー、ウィッチャー3だしウィッチャー3じゃねえかこれ熱い。遺族名任せろ、ウィッチャー3な。フランスかな、あれってフランスなのかな、まあ、西洋だよな、うん、あとウィッチャー、いや待って、むずいだ。ウィッチャー何もわかんないな。ウィッチャーの目だ。ウィッチャーの目って何？魔女かな。まあ、なんか普通にウィッチャー3を全クリしているからわかる感あるけど、他太平洋とか、靴下のやつ、ブラジオ、恐竜は特に出てこない気がするな。レース、中であるゲームはカードゲームだからレースはなくて、襟関係ない、スプレー、バンドブラシ、カード。なんかウィッチャーの目っていうアイテムとかがあるんですか？ああ、ウィッチャーの目っていう能力があるんよ。ああ、じゃあそれは結構、これで目だったら、あれだな、いいとこついてくるね。いやー、この3つじゃないか、魔女は、キャラで出てきた気がするんだよな。いやマジでこの3つでいってみよう1回で、余裕あったらカレー行こう。あれ、あ、これ順番大事だったやつだな。目から行くべきでしたね。あー、フランスじゃねえって話か。最初に俺が早とちりしたか、うん、確かにフランス以外から行けばよかったな、うん、いやもうその2つはちょっと俺もウィッチャー感あるから、ちょっと石井さんに言ってくと、これ俺カレーと魔女と目取らないんで、そのつもりで言ってくれれば大丈夫です。そうだよね、カレーと魔女と目、でも3つってるからもう1個あるはずなんだよな。 あ確かに。あとは旗とか、今んとこ旗か、
俺がなんか忘れてるかな、ゲームの要素でレースあったかな、もしかして。そんななんか自由度の高いゲームでしたっけあれ。自由度は高いかもしれないけど、スリップ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 、結構素直でいいな、諜報員は割とそんなに恐竜ワンチャン恐竜、いやいや、そんなイメージないけどな、俺ウィッチャーに。あくまでイメージ論になっちゃうけど、やべえ難しいな。旗、いや、なんか旗あったかな、チェックポイントとか旗だったかな。そんな詳細な俺の記憶が頼りだったとしたら結構厳しいな。ちょっとしょうがない、まあ、こっからっすよね。4枚なんで結構共通点を見つけるのが大変だし、結構カード残ってるから結構難しそう。不明に不明にちょっとカレーと魔女と目は割と取ろうと思ってます。それ以外はちょっと分かってねえわ。これもこみちカレーじゃなかったパターンが一番おもろいですけどね。いや、もこみちカレーじゃなかったパターンだったらやばいな。ウィッチャー3はさすがにちょっと魔女と目感はありますけどね。ウィッチャー3で1個外してるってなったら、うん、でも確かにこれで俺がカレー取りますって言ってたらカレーを回避するように組が動かなきゃいけなくなるけど、いやまあ大丈夫だろう。もうカレーは魔女と目優先のカレーにしよう。魔女と目は優先的に取って、それでも余ればカレーの順番でいこう。結構減ってきて、あと4枚か。そうっすね、あと4枚ね。何枚だこれ、 1,2,3,4,5,6 の、14、16枚うちの4。結構難しいね。もう俺側に作る側が難しいんだよな。デュエルマスターズ、早見もこみち、ウィッチャー3。おもちゃ、ね、ここに来ておもちゃ。これはもうプラスチックでしょ。あー、あとこの辺かな。旗もちょっと気になるけど、まあ、おもちゃレース。想像力豊かすぎんだろお前。カレー、こんなもんか。ラジオとか旗はちょっとね違うな。おもちゃでいったらプラスチックは確定。あと1個こう、おもちゃの恐竜か おもちゃのあの何、車を使ったレース。そう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 、おもちゃのレースって。クリスマスの時におもちゃとか入れる、靴下とか。あれ、いやー、そこまでひねってこないと思うな。靴下、クリスマスだったらクリスマスプレゼントとかで来る気がする。プラスチックでしょ。クリスマスプレゼントとかで。ラジオのおもちゃは。ラジオ、ちょっとそれは子供にハードルが高すぎる。レースってなんだ。レース。レース。あ、レースってってこと。そう、レースのカーテンとか。そう、そっちの可能性もある。でもそれでももうちょっと結びつくかと言われたら怪しいから、俺は恐竜いきます。わあ、ナイスねえ、やべえ。いや、これはイッシーさんがうまい。すまん、くめ、すまない。頑張れ頑張れ。俺ね、また会心と来るんだろうなとか言ったから。まあ、でもこれで本当にモコミチあったらカレー魔女目でいったあと2つでなんで、2つ当てた、あと3つやな。あ、だから3つでしょ、うん、だから2つあったらワンチャンありますよね。全然そうだね、そうだね。まあでもそうだね。でもこれさ、その俺がそのカレー魔女目3つ取るためにはワンピース無限。そうそう、ワンピース無限来た。来るんだけど、ワンピース無限。いや、これ太平洋でしょ。これでも6でしょ。オーシャンパシフィックピースで太平洋だったんだよね。あと1個何、仮にこれが全部合ってたとして、ワンピースよ。いや、まあ、ここまでで止めてんのかもしれない。俺がその魔女と目とカレーを取るために無限にしてるだけで。ああ、じゃあそれは5とかでよくないですか。お、うん、ああ、じゃあそうする、ああ。あ、まあ、行けるとこまで行ってくれって言ってメッセージなのかもしれないですね、逆に。怖っ。確かに、ここ
これ以上はチャレンジになるな。そうっすよね。これもう一個当てたらめっちゃかっけえよな。1,2,3,4 でもさ、これ5,6,7,8,9 含められてるとしたらこれだと思うんだけど、これうーん、あー何その大秘宝レースってこと、うん、大秘宝を先に取るレース的なこと。あれってなんかぐるぐる回って海回ってるレース中一応、まあレース、まあそうですね、ワンピース、うん、まあ誰が一番先に取るかなんだよ、大秘宝。なんでワンピースにしたんだろう。あ、それはなんか旗と太平洋が取りやすいから。ああ、なるほどね。あと1個は何だから旗と太平洋だけで組め的には満足なんではないかって気がするけど、レースはちょっとやりすぎかな。でも、だって、でもな、まあ攻めの択で取るなら、そこもしこれだとしたら残り2が赤でしょ。仮にこのレースが赤の場合もあって、その場合はもうあと1確定なんで。であと黒が1つでしょ、で赤2つの青1つなんで、まあ、どっちかっていうとなんかあの不利益なのが多そう、まあ、そこまで久米さんを信じるかどうかっていうゲームになりそう。確かに久米が無限って言ってる理由か。そう、これハズレが3つあるっていうのがポイントっすね、今の段階で。白ならまだいいけど黒と赤が混じってるっていうのは結構重そう。っていうまあ可能性も、麦わら帽子たかったらね、もっと分かりやすかったけど。そう、いや止めとくか。これどれから取るかがないですね。いやそう、どれから取ろうこれ。ちょっと目と魔女から取っていいかな。いやちょっと魔女怖えな。ああ確かに太平洋のが安牌ですね。あ旗いった。さあ、お魔女いった。おお。カレー行くか。まあモコミチ。カレー悩むんだよ。え、でもさ、今残ってる中でさ、モコミチっぽいの別になかったから。まあメガネ襟あたり。お、来た来た、あと1 あと1、あと1、いやー待って、欲が出るなこれ。さあここで、あでも終わった。ワンピースでしょ。なんでワンピースにしたんだろう。やっぱここまで取ってほしかったってことかな。まあでも、ここまで取るか、ワンチャンもう一個。でも、ワンピースでレースを連想するのちょっと、ちょっと難しいよね。厳しい気がする。うん、俺の勝手感はちょっとあるんだよね。そう。さあ、ここでイッシーさんが2を持ってこれるようなヒントを出せるか。この中で結構難しいんですよね、ここの段階って。でこれ黒を避けるヒントを出さなきゃいけないんですよ。これもし最後に残ってるもので黒が被ってるものがあるとめんどくさいんですよ。例えばその靴下とかね。そう、襟、靴下、メガネあたりで身につけるものとかでやりたかったらその辺厳しいけど、で多分その辺にあるんですよ。なんでかっていうと他のもので出てないから。確かに3つとも空いてないもんね。そう、怪しい。なんか例えば木道カレーだったのちょっと面白いな。スプレーバンドレースラジオ。いや俺これ絶対メガネと靴下襟あたりに黒ある気がするわ。まあ黒赤青混ざってるとかね。そう、あの辺怪しいな、出ないもんな全然。お互い開けようとしないから。スリップラジオレース、あー屋上スプレーバンド。そこが無理ってな、そこの3種と他のもの組み合わせたヒント結構むずいよね。そうっすね。ちょっとワンチャンかけてみてもいいっすよ、石井さん。多分ね、足首、うん、え、これいっちゃわない普通に考えたら。足首、靴下、え、あれ、レースかスリップっすけどね。いや俺考えすぎ、足首、俺レース、靴下のレースってこと。俺スリップでなんか足くじくとかそういうとこまで考えちゃってる。考えすぎ、レースで足くじく。いや違う、レースはまあ普通にあの足首になんか女の子とかが、あ、レースの、あの、ひふわ
ちょっとふわふわめの靴下を想像してるんじゃないかなっていう気持ち。コスロリ。そうそう。ワンちゃん、そうスリップっていうので足くじくみたいなことなのかもしれねえなと。ここね、わかんねえ。俺マジでわかんねえ。イッシーさんどっち考えてんのかマジでわかんねえ。俺の考え悩んでたもんな。すげえ。レースかスリップだと思うんだよなこれ。いやそれしかないけどな。あえて足首にした理由考えよう。靴下でしょ。靴下で靴下レースだった場合は何、他に何かある？靴下レースだった場合、あ靴下レースだった場合は、靴下レースだった場合靴下が使えないから、まあ、足首になるのかな。靴下スリップだった場合は滑るとかにする。スリップが滑るだからだよ。足元とか足元、ああなるほどね。靴下レースだった場合足首にするか。靴下レースだった場合、今言ってるレースがあのひらひらのレースだったら割と足首パッと出るっちゃ出るかもしれんけどね。靴下レースだったら俺競争とかにする気がするけどな。競争レース、え靴下でしょ。だからレースだから足に関係するから競争とかにして、徒競走とかにしたら結構面白そうだけどな。なるほどね。徒競走がありなのかどうかっていうところもあるけどね。えダメなんですか。まあありかさすがに。あそっかそっか。ああ確かにね。あレースだから。直接行き過ぎるのかな。ああなるほどね。さあレースだからそうか。でもそしたら、そしたらどの道足首になっちゃう、どの道足首になっちゃう気がするな。スリップも滑るでしょ。氷とかになる。答え出ず。氷とかになる。スリップでしょ。滑るはダメだから。いやむずいね。スリップだとして。さっきレースのとかいう会話してたし。っていうのあるよな俺ら。あなるほどね。それから見越してってこと。いやでもそこで靴下にくっつけるのか。スリップ他にない、なんかねえかな。言えるとしたらってこと。そう他に共通点、靴下スリップ滑るになっちゃうのかな。氷とかにする。それかでも氷だと結構遠すぎ、ね、そう遠すぎるよねちょっとね。いやこれはもう決めるしかねえ。いきます。決め打ちします。はい。うわこの犬の顔よ。この犬の顔。マジか。岩瀬が喋んなくなった。二択を外して。これ俺の音声がいかれたわけじゃねえよな。え？マジで？ワンチャンあるぞこれ。ストリーム？え？いやいや、これマジで？え？スリップ俺だったの？え？これスリップだよな。スリップストリームだよな。え？ストリームって配信か、配信系はないよね。何？結構選択肢多いぞこれ。ラジオで配信する、ストリーム配信。いやでもラジオ行かせたくてストリームはねえな。屋上でストリームない。メガネストリームない。エリストリームない。スプレーストリームない。バンドストリームない。はいスリップ。スリップだと思った。さっきの俺靴下と一緒。バンドなの。ミュート終わらせていいよ。いや面白かったな。面白かった、面白かったな。え足首ってバンドっすか。そうなんだよね。あ、バンドってそっちか。リストバンドとかアンクレットとかの方っすね。まるで話題に上がらず。ゴムとかなかったのかな。ゴムでわかるかな。靴下の方いけねえな多分。そうなんだよね。なんかさ、な
いずれにしても。スピアにすると襟が絶対かぶさってきて、きつかったね、きっと。そしてスプレーだったという。うわぁ。いやー、ごめんね。クメの引きがいい感じで面白く引きよかった。クメのヒントがおもろかった。ワンピース無限は止めててよかったんだじゃあ。そう、で、あなんか、モコミチは伝わらなかったのに、うん、その、俺の思考、何、戦略はめっちゃトレース、完全にトレースしてて面白かった。あの、なんか、全部取らせたくて、とか、うん、なんかあの辺。ああ、ワンピース無限にした理由のとこ。そう、とかね、あやっぱ付き合い長いって大事なんだなと思って。付き合い長い大事だね。いやー、取れんかったなー。いや、こっちまでよかったよ。いやね、順調ではあった、マジで。確かに、そうだね。そうっすね。お互い悪くなかったと思うよね。そうね。なんか、ムコピチや、あれだったけど。ムコピチ。いやね、まあ、後半分かればいいだろう、みたいな。一応料理めちゃくちゃおもろかった。いや俺、結構、ウィッチャー3が響いた気がするわ、あれ。確かにウィッチャー3かなりウィッチャー3で結局3つ分かったっていうのがそう結局3つ分かってこれじゃないならこれってなったから結局最後で持ってかれた感があったな。確かにね。確かにそこの坂もウィッチャーの坂かな。ウィッチャー3結構強かった気がする。いや、私これもう一回やりましょう。俺ちょっと次ちょっとスパイマスターやりますわ。いいね。じゃあ組み替えようぜ。そうっすけど、じゃあ、え、何これ組み替えできないのこれ赤田は。できるんじゃないの。できるできるできる。ランダムなチーム編成で組み替えたい。じゃあこれでいく。じゃあこれでいきますか。石、あ、久米さんいいですか、情報員で。いいよ。 OK です。石、どっちやりたい。あー、ちょっと疲れたからあー、俺スパイマスターやる。うん、 OK。 はい、お願いします。よし、打ちつけないから任せなさい。じゃあちょっと黙りますわ。黙ります。さっきと俺、ワード全部一緒だよね、大丈夫だよね。なんかワードが違うかなと思ったわ、一瞬。ありがとう。ん？どういうこと？なんかね、日本語訳、英語を日本語訳で表示してるのと、日本語で入るので、なんか言葉がちょっと違ったりするのかしら。ポイントウサギ、神病気プリントスーパーヒーロー、サトウ。ソウル、釣り、燃料、トロール、エイリアン、イカサマシ、イモ、ダンス、ボンド、ヘリコプター。 OK。 砂糖は何だ。全部合ってるよ。 OK。 砂糖は何だ。砂糖なのか。まだまだと見送る。読めるか。いや、砂糖って魚いないよね。ちっくんさん、ちっくんさん、これ俺の YouTube つけてくれたら俺たち喋れますよ。お前の YouTube、 俺の YouTube 見てくれてたら俺たちがゲーミングの方行って二人で喋れます。ああ、こいつらの会話はディスコで聞いて、こいつの、あ、石井さんの会話を YouTube 上で聞いて、うん、で俺らゲーミング。そう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 。あ、どうっすか。じゃあ OK です。あるけど、はい、これでいけそう。あ、ついてます、ついてます。あ、ツイートしてる。あ、ツイートはしてないです。でも完全にもう、あの、あれでやってます。 URL の音だけこっちで。あ、ライブ配信は現在ご利用いただけませんって書いてるんだけど。あ、じゃダメじゃん。で、そもそもダメだ、俺たち聞けないわ。なんで。俺の音声が入るから、イシーさんたちの声が入らなくなっちゃった。いや、イシスのうちに配信したら見れるけど。そういうことか、そういうことか。 PC と出そうと思ったけど、なんかいい感じにさ、こう敵側とか全然関係ないのに引っかかるさ、なんか失敗しました。失敗しましたわ。あ、失敗した。うん、考えてみれば、岩瀬の PC に石川たちの音声を取り込めないんだから、配信でも声入らないやんっていう。なんか実行にさ、そういう機能ありそうじゃね。そうそうそう、なんかさ、そう思った。このロビーだけを流すみたいな。ルビーをさ、こう ロビーをまとめたやつをなんか他のところに置くみたいな。持ってこれるみたいな。なるほどね。ちょっとじゃ あなるほどね、そういうことね。みたいなやつとかありそうだなみたいな。確かにね、フリーカーアプリとかありそうだね。それね、まあちょっとそれは今度で行きます。はい、お願いします。ちょっと頼むね。やっぱ土曜日休みの職場探すか。あ、医療従事者だ限り無理だ。
なんかくっそ暇なクリニックとかに行けば行けるか。土曜がな、一部透析だったらな、行けんだけど。一部透析って何？あ、だから午前中だけ、なんか、ね、透析って、なんか、午前クールと夜クールがあって、なんか、土曜日は大体どっちもある日なんだよね。大体ってか、まあ、多分世の中、やっぱ休みの日だから来やすいっていうのは。ああ、なるほどね。土曜日はね、俺がいるところはね、もう総動員だ。グリフィンドール。グリフィンドール。全然こう選択肢にないぞ。トロールがそうじゃん。まあもうハリーポッター俺ぞっていう意味で。ってね。なんか帽子とかであってほしいんだけどな。あ、ポイント？まあなんかちょっと思った。グリフィンドール何ポイントみたいな。あー、ポイントあるのな。わかんない、天才かもしれないよ。いや、天才もありえる、正直わかんないけどね。正直知らないけどね。あれだよ、あれ。俺ハリーポッターちゃんと分かってないんだよな、実は。実は俺はハリーポッター2つぐらいしか見たことない。ロールとポイントだよな、なんとなく。違うかな。もっと普通に来るかな。イカサマ氏、イカサマ氏とかだったのか。イカサマでグリフィンドール入ったんじゃなかったっけ。あれ、あ、そういうこと。スリザリンじゃなかったの、そういう感じじゃなかったっけ。あー、確かになんかポッタースリザリンだったらしいのは知ってる。そうそうそう、あれ違うだったっけ。なんかそんな初手からそんな複雑回帰のやつ出す。いや、でもトロールポイントだよな。トロールは絶対そうと思うんだよな。違うかな。一緒に考えちゃってるけども、もはや。え、それ騙してもいいんだよ、それ別に。おっとくながらいい。え、ポイントある？なるほどね。ポイントあると思う。いきます。いった。おぉ、なんかポイントってイメージあったの、なんでか知らないけど俺は。グリフィンドールに何ポイントみたいな。あ、そうそう、そんな感じのやつ。そうそう。あ、ね、あとは、いやー、でもトロールじゃないかな。え、髪。いや、ポイントと、あと走るとしたら。ゴール、はい、入った、よし。あ、なるほどね。土曜日混むんだ。土曜日はね、忙しいね。土曜日ってか、まあ川木動画忙しい。あ、まあ、俺は全部に、今のところ全部日勤だから帰れるけど。あ、ね、でも総動員だから休みになることはないし。火起こし、火起こし、まあ、燃料だろ、とりあえず。何これ、何ボタンでいけるのこれ。あ、普通にカードをなんかクリック。あ、その指差しボタンじゃなくてカードを。そう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 、はい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 。火起こし、いや、焼き芋とかじゃない。あ、カビとか。あー、なるほどね。これね、カビとか。あー、なるほどね。いや、やべ、それに見えてきた。確か、あれ、それがあるかな。火起こしでしょ。完璧だ。完全にゲーム王だからさ、俺さ、もう、ダークソウルが浮かんじゃってるからもうダメ。でもなんか普通に考えたらこれだな。そうかな。他になんかそれっぽいね。火起こして、周りでダンスするみたいな。キャンプファイヤーってこと？キャンプファイヤーから。俺だったらキャンプファイヤーって言うやろ。キャンプファイヤーか。とりあえず燃料いくか。ねえ、焼き芋はね、ありそう。でもね、紙の方が多分。ああ、行くね。で、こういうのは即決だから。これはもう直感しか信じない。知らんけど。じゃあ芋行くか。うわ、行ったー、マジか。わし、OK、よっしゃー、気持ちいい。ナイス。まあでも火起こし他にそれっぽいのないから、まあ、いや
俺の遊び心でソウル選んでたさっきのトロールポイントもしかしたらハリーポッターじゃないかもしれない変態だったかもしれないいやトロールでいいんじゃないトロールポイントでグリフィンドールかわかんないスーパーヒーローかもしれないけどねあースーパーヒーロー、ね、知らないけどいやスーパーヒーローだったらもっとなんかスーパーヒーローでポイントスーパーヒーロー取ろうって並んでたらまあ確かになんか並んでた場合ねこの辺取ってみたいな、うん、あとはなんかやっぱ結構さ見てるとさなんかその辺の思考によるじゃんなんか近いカード取らせようと思っていやなんだろうなこれなんかゲーム脳だからゲームのさヒントしか出せゲームはねでもありだよね確かにゲームは結構広げてさっきもさマリオカートってやるとレースになっちゃうから確かにねえマリオカートあスリップとかってことそうああいやスリップもあれな俺足とかってやるとさ靴下とスリップなんだよ確実になだから足首ってああなるほどそうあれなあ思いつかないサトウとスリップが一緒に並んでたら俺このスーパーで行けたんだけどあれスリップじゃないかあれあそうスリップは違う完全に今佐藤健と思い浮かべた今なんかジャルからやめてジャルからやめて面白かった俺だったらそれケントだったら俺天才とか引いちゃうよ笑いの天才だからあいつ佐藤天才でケントって言ってるわけあとはね、鋼とかも引いちゃうよ俺ハーメンタル石が、鋼の石持ってるからあと鋼いけるなはは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 は絶対無理だろ、取らないだろ実際すごいやつだなあいつはははははひれいな本人がいるとこであと鋼ソウルだよあと鋼ソウルカッターとかやっても多分思いつけるあのバックハンドのあの絵でああ何かトヨタが作ったねめっちゃ面白いコラ画像があるああなるほどビーム出してる俺これこの会話で俺地球の思考を乱してる気がする乱すゲームですからねスパイマスターを揺さぶるゲームおもろすぎでしたスパイマスターを揺さぶるから超包囲してなくてなに尿管形跡さんええ病気と何まあこれはそうでしょ命を刈り取る形やんスコールどういうことスコールそう結構あダイヤってことかうんダイヤってことだ多分これダイヤえなんかパパあ石系を予想させたいみたいなそういう話硬いいやチェックスケール出すかな尿管結石尿管結石だもんな尿管結石はだから病気は出したい尿管結石なんてあるのかそうです尿路結石だと思うけどまあそれは専門的なんでいやでも病気は行きたいで意識も行きたいだと思うんだよななんとなくそういうことだと思うんだよなちなみに尿管まで行ってしまった場合はあの棒をぶっ刺して、はい、あの衝撃波で取りますああ、そういう衝撃波とかがあればすげえ分かりやすかったんだけど、え、炭酸とかじゃないよね、つまり、なんか、絶対違うもんな。超音波だね、どちらかあとはレーザー。そうだよね、そうだよね、砕いていくんだよ。でも、そんな専門的な知識を彼が持ってるのかは分からん。いや、普通にダイヤとか剥がれとかじゃないかな、なんかダメかな。まあ、なんかその辺の硬いやつを、硬くて痛そうなやつを想像させたいと。なるほど。そう。何だろうな他だってないもんあとは痛すぎて踊り出す痛すぎいや痛いだって痛い
もうね、尿路結石がね、聞こえたいんだよ。え、佐渡系は尿路結石やってないよ。知らない。知らないけど、なってないんだよ。その話聞いたことないね。だよね。じゃあ、尿路結石はおっさんに、まあ、病気はあるでしょ、まず。病気は絶対。病気。はいはい。病気はそうだよね。で、いや、ここなんだよな。だから、痛すぎて、昇天するみたいな。いやダンスだってダンスダンスできないでしょ。めっちゃ飛び跳ねるよ。痛すぎて、多分痛すぎてめっちゃ飛び跳ねないよ絶対。クソ痛いらしいよあれ。いやそうクソ痛いらしいよね。うん、いやボンド、いやだからそうボンドも、いやダイヤ、ごめんどうしたのごめんね。ダイヤダイヤボンドやな。ダイヤあいった。あとはダイヤなんで俺絶対分かんなかったな。あちょっと繋がってから。いやー、ちょっとどうしようかな、剥がれてんし、剥がれんかなぁ。まあ、ダイヤがそうなんだ、鋼もそうなんじゃねえじゃん。投げるかなぁ。そうだね、鋼いこう。おー、いった。おぉ。いや、これはすごい。それ伝わるのすごいな。いやー、取り返されちったなぁ。ないねぇ。いやー、ごめん、ちくさ、金と出しすぎちゃったから、ちゃんとさ、引いてよ。ありがとうチック。なんで。本当それだったっけ。サトケン。あと、あとドボンだったら笑うこれで。それはめっちゃ面白いな。そうドボンだ。やっぱ相手なんかモップだった相手も持ち持ちついてくれる。でもなんかもうケントだってもう全部弾ける気がする。なんかもう全部弾けるっしょみたいになりそう。確かに分かる。踊ってそうだしな、ダンスも踊ってそうだし、なんかエイリアンでもありそうだしな。いやもうヒーローだしな。ツッカルっていう足軽かもしれないし。確かにケントのメールとかなんかあれそう。お前ら里犬なんだと思った。ギャングかもしれないしな。イカサマ氏だけはちょっと本人の名誉のためにね。そうだね、そこはちょっと、うん、それ以外は大体引けそう。ギャングはいいみたいな。ギャングはいいっしょ、かっこいいし。五感で許されそう。確かに。イカサマ氏はちょっと生々ボンドも不名誉だろ。分かんない、ジェームズ・ボンドかもしんない。ボンドってなんか言ってるし、なんかヘリコプター、サトケンヘリコプター操縦できるかもしれないし。あ、できるよって言って。なんかあいつ全部できそうだからな。なんかよくわかんないけどヘリコプター無理って言われても面白いから。あー、難しいな。炭酸だってあいつなんかあれ好きだし、ね、待つ。そう、味方の思考を乱してた俺。面白いな。尿路結石、尿路結石の話もそうだし、なんか尿路結石な、図工じゃあまあボンドじゃん、とりあえず、はい、なんだろう、なんだろうな、なんだと、あーえ図工あー、木彫りとかにすればよかったな、やっぱ。そういうこと。え、材何でも使われた。炭酸でそういうなんか材とかみたいなやつやろうか。実験、でもそれだったらなんかそういう感じになるか。なんかこの辺パッと思い。そうだね。
理系的な意味か、なんか単純に授業的な意味。ダンスは違うな、そこに。これも違うよな。この辺もなんか違いそうだし。何か網燃料だってボンドは行くやろ。とりあえずボンドは行くね。ボンドはもう行くんですって。ボンドは行っていいと思うよ。やっぱ、ね、工作といえば企業の佐藤健人絶対これで佐藤取ってくれたらめっちゃ嬉しいな。いや、それだったらケントでいいから。ヒーローを引かせたんやったら佐藤とヒーローを引かせたんやったらケントでいいじゃん。ヒーローやから。まああとはなんかひらめきが大事だから天才とか。一回佐藤繋がっちゃうともうダメだと思うよ。いやじゃあ、いや実際じゃあ図工でイメージするのがあと この辺ないの。なんかその連想するとしてね、なんかシンプルに考えると、いやミスった希望に希望にすればよかった、ね、あでもプリントとりあえず行ってみるか。でもプリント 3D プリントとかそういう、あーほね、わかんない。それはさすがに気楽すぎか。まあ、プリント行ってみるか。俺はもう直感を大事にするから。あ、プリントじゃねえんだ、マジで。よかったと思う。マジか、俺も全然最初プリントとか言わなかったんだ。さっき反省したから。あ、マジか、プリント。まあ、いいでしょ。なんだ、マジ、ボンドと。とりあえず、スカだったら、まあ、次に引かせるから、まあ、いいね。相手のカード引いちゃうのも結構最悪だから。確かに。拮抗してるし。確かに。結構ね、なんかいっぱい引かせようとして相手のカード引いちゃうとかあるから。それあるね、確かに。今んとこなんか、今んとこ見てないけど。見てなかったみたいになるから、ね。そうそう。結構これがね、なんかね、うちの専門の同期だとね、結構いっぱい自由に広げて、相手の引いちゃったりとかした。いや、今回、玉本系が全然ないんだ。足軽でしょ。まあ絶対ギャングは絶対するでしょ。あとはなんか足軽かなあ。あでも足軽か。あとヒーローでしょ。やっぱヒーローといえば、いやヒーローは暴力しないから。いやだってあいつら暴力もアンパンマンとか暴力だぞあいつ。スーパーヒーローだ。スーパーマンとかってあいつ暴力で解決、すべて暴力で解決するじゃんあいつら。いや悪は死ねみたいな感じで、とりあえず語ったね。俺はスーパーヒーローは暴力しないんだよ。この世のヒーローというヒーローを全部アメリカで見たことないから暴力だ。俺がスーパーヒーローが暴力だとしたら俺は許せ。あいつらここまで解決しないもん。ーーもあとはやっぱ攻めてくるからエイリアンとか。あ、わかるわかる。好きすぎた。それわかる。でもそしたらギャングエイリアンでしょ。あとは暴力だとほらセロゼットになるからダークソウルの。繋がるんだよな。まあギャングは行くっしょ。はい。ギャングはそうだよね。で、いやー足軽スーパーヒーロー。イカサマ氏は。イカサマ暴力じゃないか。イカサマ、イカサマじゃなくね、もうそれもうなんか。いや俺スーパーヒーロー引きたくないな。暴力で。暴力するかな、チックのスーパーヒーローは。いやいや、誰もあるか。いや、いやエイリアン、エイリアンはエイリアンだから暴力しなくね。あちがれでいきたいな、やっぱ、普通に。そしたら。いや、フォールは引きすぎだから。いや、ヒーローだって知らないけど。いや、あちがれでいきます。すみません、あちがれでいきます。はい。あー。ヒーローか。押しゴールじゃないんだ、俺足ゴールだと思ってた。さっきの現象。さっきの現象じゃん。いや、来たならいいわ。来たならいいわ。
よかった、足軽じゃなくて、俺足軽だと思ってたから、スーパーヒーローにめっちゃ。俺のスーパーヒーローボルクすんの？いや、わかんないよ。ダークソウルのセロゼットかもしんないじゃん。いや、あとソウルはね、ありえるね。エイリアンはなんか。わかんねえ。あ、わかんない。ちょっと違うか。それはさすがに。そうだね。暴力。暴力だよね。あとなんかあるかな。なんかギャングとヘリコプターってのもそうだよね。イカさんもなのかな。イカさんも。何？いや、イカ様は、私は確かに、うん、言う通り暴力はしますもん、ね、暴力ってイメージはなんかないから。うわー、これで行ってみる。いや、そうだよな。え、佐藤なの？もしかして、暴力で。それもひどくない？それはないと思うよ。なるほど。それは一番名誉。それはないと思うよ。ないな、やっぱ。うん、見たことないわ、あいつが暴力振るってると。そう、佐藤で暴力はないと思う。ないない。だから、それはおかしい。ないだ、これ佐藤じゃなくて佐藤の方に行ってほしいんだよな。それが一番俺、ギャングよりダメだと思う。どういうこと？待って、急に来るじゃん。うわー、待って、女の子4人ってこと？うわー、ちょっと待って、これいけるかも、もしかしたら。え、マジで？ちょっと待って。うわ、これ、うわ、頭いいわ。女の子といえば佐藤。いや。そうって女の子いたっけ？待ってみたいなところある。あ、やばい。天使はなんかそれっぽい。いや、わかる。イメージ、イメージ。なんか、VTuber とかそういうのがいるでしょみたいなノリか、さっき VTuber の話してたしみたいな。なんせ天使はね、わかるんだよな。あとなんだろうね。いや、俺なんか左下の女クリックするか。何？左下の女クリックするか。これ、リュウって何だろうな。まあ、いや、でもキャラクターとかでこういうのがいるのか、この辺とか、まあ、この辺とか。いや、とりあえずなんかすごいわ、ちょっと頭いいわ。そこ引けそうだ。あとはなんか他と取り損ねてるからちょっと取ってみたいな。さっきなんだっけ、釣るとかあんじゃん、女の子で。図工で逃してたからな。釣り、あ、確かに。地図持たせってこと。そう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 、釣り。なるほどね。まあ、さっきの図工。いや、天才なのかな。天才。よかった、とりあえず女の子読んだから割と広いから適当に拾っても多分当たるはずない。とりあえずダンスからいくわ。うぇーそれはねもう言わせよ。いや、これは俺が悪い、俺が悪い、申し訳ない、俺が悪い、これは俺が悪い。女の子といえば佐藤なんだ。合ってるんかい。違う、いや、これは俺、女の子だから、あの、何、メール天使ウサギ砂糖とかで可愛くて甘いものに言ってほしかったんですけど、そういう感じか。ちょっとダンスがね、見えてなかった俺の目に。ああ、いや、俺だからメール天使ウサギダンスだと思ってた。ダンス入っちゃうよな。そうだよな。いや、これは申し訳ない、俺が悪い。図工だったの？図工は、図工も俺が悪いです。だから木彫り、絶対無理だよ。どれ図工？図工、俺ウサギで、あの、何、木彫りとかにした方が分かりやすかったですね、多分ね。あ、そういうことか。なんか、そうそう、あー、なるほど。いやー、折り紙でウサギあるかなって一瞬思ったけど、さ、まあ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 とか、と考えすぎた、難しい、難しいね。暴力だよ。いやー、難かったなー、マジで。うん、クメが言ってること全く その通りだと思う。ヒーローも救うのに殴ったりするから暴力だ。いやー、でも言われれば足軽の方が暴力ではあったわ。苦しかったなー、ね、シンプルに戦争で足軽だから。足軽見えてなかった。ひよこしさんめっちゃうまくいって、俺の言いたいとこ全部言ってくれて、めっちゃよっしゃーって思ったら尿管結石3で返された。足軽だからね。まあ、勝因は尿管結石。尿管結石3で返されるとは思わなかった俺。なんでダイヤと鋼に行くの？まあ、ダイヤはわかる。鋼に行くのはなんで？ダイヤか鋼行ったらいけっかな。あどっちか選んだら、まあ、確かにそうだね。マジかー。いや、俺もね、ちくんのそう思いを、ね、食い取ったんですけど、お前がヒーロー好きなことはちょっと忘れてた。うわー、悔しいなー。これ勝てないなー。
選びたくねえなって言い出したからさ。あってなった。じゃあ組み替えますわ。あ、組めあるんじゃないの。あ、そっかそっか。あ、もう一回ぐらいならいけるよ。オッケーです。じゃあそう、楽しかった。明日行きたくねー。ちょっと待って、明日どこだ。明日また第一か。あれ、石川基準でいいよ。石川がヒーロー好きっていうのは念頭でいいよ。あ、チーム編成変えちゃっていいですか。変えなくていいですか。あ、まあ、オッケーです。じゃあちょっと久米さん、でフルでやることになる。じゃあ久米さん明日お願いします。これでラスト。お、はい、オッケー。うわー、勝てんかったな、さっきの。お願いします。はい、よっしゃ。いやドボンは気をつけようっていうね。そうっすね。いやちょっとやっぱ黒を意識しながら問題作んないと、攻めても負けちゃうな。そうだね、攻めすぎがやっぱり良くないこのゲーム。俺尿管結石作るとき他のカード全部尿管結石で舐め回したもん。ああ、なるほどね。うん、でまあないな。そうっすよね、やっぱそういうのが大事だよな。うん、ワード決めてから舐め回した。あと佐藤がさ、あの佐藤健人に惹かれすぎてさ、こいつら話題に出しすぎて全部取れちゃうじゃん。もう佐藤健人、佐藤をどうやって扱うかめっちゃ難かった。逆にめっちゃ悪かった。あれやっぱ飛行ずらしてたか。佐藤健になっちゃうじゃん。やっぱ全部健人で。どれ選んでも健人こいつら取るよみたいな。難しかったな。そう、やっぱそうやな。あれはおもろかった。いやそれはクソ笑ってた俺。いやー、まあまあまあしょうがない。結構、okay。 うん、これはいいね。なんかいいね。いやでも3は強いと思うな。確かに3すっといけた。情報なんかその仮にその白とか言っちゃっても情報を落とせるっていう意味で、赤の方に、赤とか黒に行かなければ強い気がするな。赤黒行かなければいいね。あれだけど、さっき天才取られそうになったからちょっと怪しいなとも思ったけど、あそこちょっとヒヤヒヤしました。俺あえて天才とかなんだろうな、あの辺に行かせたくなくてグリフィンドールってわざわざ行ったんだよね。トロールはいけると思ったんだけど、ポイントってなるとハリーポッターだと怪しいなってなって、わざわざグリフィンドールって名前に変えたんだよね。最初ハリーポッター言おうとしたけど、あでもあんまり、でもあんまそれが効いてる感はなかった。会話効いてる感じ。天才、あグリフィンドールから天才には、まあでも天才ってちょっとあれですもんね、あの抽象的すぎるから行きづらい感はありますね、ハリーポッターってかそのグリフィンドールからは。まあ確かに結果的にはね、今回のやつはなんかあれだね。どれ、なんか面白く、面白いワードにできそうなのがいろいろ。し、ポリップ、パイ、しっぽ、目覚めとかね、なんか連想させうるよね。なんか変なワードでこことか突撃してくる可能性。あどうなん、あ人ひねり加えてくるってことですね。あなんか変な方向からこれを選ばせてきそうな。目覚めとかむずそうだけどな。あ朝とかになるのかな、普通にあるのかな。勇者、厩舎、勇者と厩舎で陰踏めるな。どうでもいい。まあ、とりあえず様子見なきゃな。まずどういう路線で来るのか、どこから潰しに来るのか。狼男に、なるほどね。まあ、一個。なるほどね。いや、まあ狼男が目覚めるっていう意味で、月はちょっと確実だと思うんで。あ、そうですね。で、まあ目覚めるっていう意味だとは思うんだけど、狼男って尻尾生えてるとかそういう話にもなる。ああ、なるほどね。狼男って尻尾生えるよな、確か。まあ、まあ、それあれか、描き方によるか。確かに。でもなんか、さっきハリポタの話したから、ハリポタで狼男出てきたら、あいつ尻尾生えてきてすんだよな。
あ、目覚めか尻尾か。あ、目覚めか尻尾かで悩むね、これ。他に何かある？レジェンド、伝説。考えすぎか。ロロルのキャラで多く見える。いや、そうじゃなくて、普通になんか伝説っていうか、そのなんと伝承的な意味で。そういうことか。そうそう、ちょっと考えすぎな気がする。でもひねりすぎ感ある、うん、最初でそれはちょっとやりすぎな感じ。岩瀬の立場だったらめっちゃレジェンドに引っ張らせるみたいな。いやー、それちょっと、ね、無理やり取りに行かせるのは結構あるけど。あ、なるほどね。いや、俺そんな久米さんの気持ちも考えながらやるから大丈夫です。あ、なるほどね。いや、尻尾かな。目覚めって別に目は覚めてるもんな。目は覚めてて、あ、月だって狼になるだけだもん。まあ確かにね。ねえ、ダメでしょ。尻尾じゃないの。じゃあ目覚めだ。いや、これでもお得したわ。やった。いや、ありがとうございます。実質尻尾じゃないの。これ実質ゼロなんで、これはもうだいぶ有利ですね、俺たち。実質ゼロ。実質ゼロ。ん？ゼロ？何がゼロ？え、いや、こっち1であっち1なんで、その得点的にはゼロじゃないですか。ああ、この一旦でプラマイゼロ。そう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 。いや、俺は目覚めてプラス1してるよ、ここは。もう、あ、なるほどね。うん、今度はストーリーかもしれないですよ。ああ、ストーリーってどこにある？左です。左です。いや、ストーリーもあり得る気すんなのに、でもストーリー？どう、ストーリー。レジェンドより可能性ある気がするな。目覚めで俺はちょっと当てていってます。今目覚めで考えてます。僕目覚めだったら人狼とかにしそう。いや、まあ石川がそこまで頭回ってないっていう。いや、まあまあ別にそんなね。なるほどね。そんなやっぱ最適解は出せないからね。確かにね。いや、ここでクムさんの意図を俺が読み取れない可能性もありますからね。それではさっきのさ、あのなんだっけ、早見もこみちしようかあれだろうっつっててさ、ドンピシャでそこ来るみたいな。今目覚めとかストーリーこれで久米が入れてくる。あれ結局何だったの。ていうか俺早見もこみち何だったかまだ聞いてないんだけど。そういえばカレーでしょ。カレーか。カレー。あ、そうだそうだ、カレー取ったわ。そうだ、取った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 。そうだ、ちょっと来るって。もう全部なかったからな、他の取ってたもんな。そういえば、そうだそうだ、思い出した。ね、びっくりしたね。しようかと思う。しようでもな。違うの？早いもこみちにカレーのイメージはなかったな、俺。ちょっとなんか、今日はカレーを作りますって言いそうじゃないもん。オリーブオイル使わねえし。てか、あのクッキング系でカレーってまあないよ。ないっすね。だって、まあ何アレンジの仕様がね、まあ、なんか結構ありきたりだったりしますもんね。まあなんかあとなんか特別な調味料を使うとか、珍しい調味料を入れてみるとかはありそうだけど。楽しみだな。いやでもストーリー、確かにストーリー、ストーリーとか勇者とか。勇者？あ、あったあった、勇者。ストーリー、勇者、死とかなんか。ああ、いやでもまあそこ一気に行くな、難しいし、ね、一つの色じゃない可能性が高いな。なんか花嫁とか勇者って見るともうなんかさ、マリオとピーチみたいなさ。ああ、まあその辺本当に一緒だったらあれやり、まあマリオとピーチってやりやすいかもしれないですけどね。確かにね。スーパーマリオって言われたら勇者、花嫁、ストーリー、ワンチャン死まで行く。まあ死はね、死はないっす。さすがにマリオで死はちょっと死んではないか。ごついっすね。ごついっすね。どう行こうとしてるんだろう、久米さん的には。うん、ミサイル穏やかじゃないっすね。俺ら目線じゃやっぱり名前がどれか分かんないからな。分かるわけ、分かるわけないね。カッパ、いや、いいね。なんか面白い言葉いっぱいあるよ。いいよ、どんなヒントが出てくるのか楽しみだな。相手チームでもバミューダって
まあ、トライアングルじゃないですか。うーん、ぐらいしか。まあ、あと、まあ、人魚とか、海、水関連で、なんか、あったら、おもろそう。何？バミューダに関するイメージがあんまりないな。これ入ったらめんどくさい。うわ、これわかんないけど、漢字ってのがおもろい。空かもしれないし、空かもしれない。からって読ませようとしているのかもしれない。命が空になるし。いやカモメ。どれだろう。カモメと。スピルト。さ、小銭沸騰。カフェ。草原に寝転がってる空をイメージして草。いやいや、またここにそうだ。ストーリー。うわ、俺とりあえずカモメで。はい、あ、さすがにね。空を飛んでいく、あ、トルネード？あー、ストーリー空を飛んでいくミサイル？からだとして。北朝鮮から空を飛んでいくミサイル。あ、ミサイルあるな。ミサイルありそう。あとなんだ？空を漂う匂い？ちょっとでかすぎる。ちょっと大きさの問題があるな。空を見て目覚める。フリッペルと目覚めページレジェンド思いつけと全部言ってバミューダカッパトルネード。いや、ミサイルだな。よし、ミサイル。そうなんか。いや、こんなかったミサイルな感じがする。あと、まあ、もし、まあ、これ黒がトルネードいくか。バミューダ空草。ナイス！いやー、行かれたー、行かれたー。さすがに草は使えないと思ったんだよなー。ちょっと違うかー。よしよしよし、早っ。コーヒー3。それだったらちょっとおもろいけどな。いや、俺そうだと思う。普通にこれ、あと匂いかな。あ、待って、沸騰させるな。お湯、なるほどやばい。とりあえず目ぼしいのはこの辺。あ、でも朝目覚めた時にもコーヒー飲むな。あ、なるほどね。やばい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 、広がりがすごい。まあ、コーヒーだけでもやっぱりそれだけいくんですね。やばいな、俺の想像力が豊かすぎてここまで広がった今一瞬で。あと2っすからね。でもこれぐらいかな。そうなってくるとトリップはないか。トリップとドリップって、トリップとドリップ見間違えたとか、それか俺に刺してほしかったとかって一瞬思ったけど、他にあるもんな。匂い、寝覚め、沸騰、でもどうだろう。コーヒー出して沸騰、目覚め。これワンチャン目覚めは俺取るから、この3に含まれてないとして、他に2あるとしたら沸騰と匂いってこれだとなるけど、いや、沸騰と匂い結構硬い気がするけど、石川が沸騰と匂いにするかどうかですげえ悩んでんだよな俺。沸騰匂い、カフェでコーヒーってなんか石川っぽくない。目覚め含めの3って可能性はないですか。それもあるけど、それはあるけど、だとしたらまあ沸騰を除いて匂いとって感じ。いやー、わかんない。沸騰と匂いって、いや、でもコーヒーから沸騰は 2つ離れるんだよな。コーヒーといえば、まあ、どこで飲むかでカフェ。コーヒーといえばどうやって作るかでお湯を沸かす。お湯を沸かす、沸騰で2つ離れるから、沸騰はちょっと難しい気がするか。トリップあるかな。トリップドリップ、マペットマペット的な。いや、単純に見間違えてドリップとトリップで見間違えたか、地区ならトリップとドリップでなんかいい感じに取るだろうっていう。いやー、信用できない。信用できないよね。信用できないけど、沸騰、もはやなんか俺沸騰とトリップで悩んじゃってるもんな。いや、トリップ違うか、さすがに。あ、でも石井さんとあれで久米さん、ゲーミングの方行っても配信の方でも配信見れないのかな。配信の方見てくれたら
あれっすね、配信なんかすぐ見れなかったんだよね。あ、じゃあダメじゃん。うん、なんかリンク入れなかったよ。じゃあダメだ。うん、ライブ配信を現在ご利用いただけません。なんかそれさ、自分が配信するための URL だったりして。あ、それだわ。ちょっとじゃあこっちじゃね、これだ多分。これ貼ったらいけんじゃね。ちょっとじゃあ、はい、これでどう。あ、これだわ。ああ、いけそうだね。これ見てくれたら、もしかしたら石井さんと久米さんで話しながらできるかもしれない。俺らの音声を YouTube で聞きながらゲーミングで2人を会話とかできるかも。そうそう、タイトルさ、いや変えるのめんどくさかったんでそのままにしてます。オーバーカク2 やべ、ちょっとどうしよう。いや、今回コーヒーなんでクックしてるっていうので。うわ、匂い違うの。マジ。あ、やったぜ。匂いだと思ったけどな俺。いや、匂いは硬くてもう一個だったんだけど。いや、でもこれもうだいぶ楽っすね。これもうゆっくりでいいっすよ、久米さん。まあ、2とかもてなし結構でも2いけるんだ。あー、スリッパ、パイ、あー、ほう、あー、パイを焼いて、あー、確かにその、あの、魔女宅とかで、ね、早っ、迷いな。いや、パイ、この中でまずもてなしって言ったらまずパイ。パイ先なの。パイ先っすね。マジで、まあ、スリッパよりはパイでしょ。まあスリッパよりはパイだと思う。沸騰かスリッパ、あとスリッパで。よし、ナイス。いや、これはいい。もてなしで2個これ取れるのでかい、この終盤で。取れるやつ今目覚めしかない。ちょっとわかるのが。いや、これもてなしで来んの強いな。ちょっともう、しかも無限大にしてもらうしかない、これは。なるべく広く捉えて無限大にしてくれ。今までのヒントからお前がなんかよくわかんねえやつを出たとかいうのもちょっと察してみるから。7でしょ、7だよ。でも3、6の11、だから目覚めトリップ沸騰は行くよ、まず。それ以外で包括して、だから残り4含めたワード探して無限大にしてくる。いや、わかんない、これトリップじゃない可能性あるからな。でもそれもう終わり終わり。トリップとドリップでどうこうはちょっと俺怖いと思う。これは負けた。昔話無限大。カッパ。ストーリーページレジェンド。ストーリーとページ？ストーリーページもあるな。花嫁を言うしたあたりも怖くないですか。割と昔話スッと出てきたんだよね。早かったよね、今ね。うん、そうですね。ってことは割とその俺が言った目覚めトリップ沸騰以外の4つって意外と昔話関連だって考えると、ページとかじゃなくて勇者とかも昔話っぽいかなとか思ったりとか。これ俺どこからクリックすべきなの。わからん。ワクワク、みんなにワクワクしてもらうためにはどこからクリックすればいいの俺。わからん。目覚めかな。おお、まあまあまあね。あと6個、あと6個。まずちょっと俺コーヒーの3から潰したいから。そうっすね、沸騰いっていいよな、さすがに。まあ他にコーヒーっぽいのないっすね、確かに。はいはいはい、まあまあまあ、あと5個で、ちょっと昔話で硬いやつ先行くわ。カッパ。うん、ありそう。はいはいはい、あと4個ね。レジェンドも硬い気がするんだけど。あと何があったっけ。レジェンドストーリー、狼男でしょ。狼男は目覚めで切ったんか。目覚めで取ったんよ。だからあと俺が前までで取れてないのはコーヒーで1残ってる。はい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 。これトリップドリップ本当にあるな。トリップドリップあるでしょこれ。これトリップドリップあるわ。やってるなこれ。これはやってるよな。いや、トリップドリップ最後に。いや、
うわーマジかー行っちゃった3つ行くぞ。お、でもちょうど3つ残ってますからね。これ行ったらマジ結構すごい。いやーちょっと待って、でもその勇者行くなら花、勇者花嫁って花嫁。ページは物語を本に例えてページだとしたら、うん、そこから昔話連想するのってちょっと2段階発想がいるからあんなすぐ出てこないと思う。いやもうトリップドリップするんすよ。トリップドリップとページ、ページ、いやトリップドリップはなんか口に出したらわかるけど、ページ昔話はいかない。あーいかない。あーなるほどね。勇者いきます。はい。おーあとに行こうか。いやレジェンドとストーリーあるんじゃないか。小銭はないな。そうですね。まあこれもちょっと飛躍がある。バーミューナない。リス、リスが出てくる昔話知らない。さ、まあトリップドリップ草花嫁ない。厩舎は、厩舎馬、まあ昔話、いや昔話じゃないな。厩舎ストーリー、ストーリーは、はい、おーいあと1位レジェンドかな。あと1位。さっき伝説とかいう話をあの岩瀬がしてたからすっと思いついたっていう。あーなるほどね。はい、やったいやベルトかちょっとそれは難かったね。いやこれはでもね久米さんうまかった。ベルトきつい。無理。ベルトきつかったね。ベルトはきついよ。うまかった最後にレジェンド残されたから終わったと思ったの。もう何でも逆に何であのことワード出そうか考えてたの。いや昔話はうまかったんじゃない最後は。いやレジェンドを残されるともう無理だなと思って。レジェンドはもうつなげようがないから最後でいいやみたいな。ああそう思いますよね。勇者ストーリー系でもうレジェンドつながる気しかしなかったから無理だなって。ちなみにトリップドリップはガチ。いやガチじゃない。いやカフェと沸騰と目覚めだったんじゃないの。そうそうカフェと目覚め。ああやっぱ目覚めで込みの3だったんだ。月目覚め。はあ、やっぱり。あ目覚めは割と取るって俺が言ってたけど。あそうだ月目覚めうまいの。まあまあまあそうそう。あそうか。でトリップはまあなんか言ってたけど取っとかなって思ったら。いやトリップドリップいや俺らなんて勝手に盛り上がっただけだからじゃあ多分。そうかなるほどね。ドラクエで大体取れるやんと思ってた。あそうでもね花嫁とか行かれるんだよね。あそうそうでもまあでも花嫁違った場合さ別のとこに行ってくれるからまあいっかみたいな。ベルトをね、そう仮面ライダーとか行きたいけど、そうすると勇者ともレジェンド、いや、そうだね、勇者行かないからなと思って。かぶってんね、うん、結構、うん。そうなんだよ、なんか結構かぶった。いい勝負だったのでも。いや匂いと匂いじゃねえや。カフェ取ってくれたからもてなし行けるやんってなって、で空を全部取ってくれたのがでかかった。いや空きついかな。いやあれ、うん、いやでもあれ強かった。普通にでも確かに言われてみてればな、そうなるほどってなる。すごい。そらそうとしたように俺草にそらせたら神だったなこれ。そうそうそう。草にそらせたら神だったな。そらせるやつ全部喋ったんだけど、ね。そう。すごいな。それで草選んだら草だわって思って。パイとスリッパでもてなしも結構いいな。草が黒なのめっちゃ。ね。みんなすぐ使いそうなもんだけど。黒なのめっちゃ面白かった。いやーやっと勝ったわー。いや。いやレジェンド残しして選んでったのが素敵だった。いや確かにレジェンド残ったわ。いやでもなんか変なそうこのなんか話系行けばレジェンド選んでくれる可能性もあったからっていうのも一応あったけど。いやそうそう、それがねめっちゃ怖かった俺は。けどもう言うしかなかった。LOL とかやってくれたらもうねもうリーグオブレジェンド行きますけどね。そうそう、ロールってなんかロール系でなんか俺知識ないからさ。ミサイルとかトルネードとかあんのかなとか思いながら。ああ、ね、なんかないなってやったらなんかミサイルトルネード光らせな気もしたからなんか結構何も言えなかった。いやなんか技名とかで目覚めとか行かれてもなあ。なるほどね。いやでも普通にうまかったな。うん、よかったよかった。いやーやっつ面白かった。いやもう一回やるじゃん。もう一回やる。面白かった。もう一回やろう。もう一回行きます。もう一回やれの。いやラスト久米さんがいけるならいけます。いいよ別に。俺はもうやろうぜ。やろうか。
じゃあ、これ組み込みでいく？あ、じゃあ、OK です。いい、じゃあ、組み直します。どっちやる？どっちやろうか。じゃあ、リベンジしようかな、スパイマスターで。いいよ。よろしく。今、どっちやるっつった、今。俺、スパイ言っていいっすか？あ、いいよ、言って。よっしゃ。いきます、スタート。OK。先行や。おしゃしゃっす。おしゃしゃっすスピーチに行くよっていう方が怖いよな。そうだね。とんでもねえのか。だってパッションかけるパッションだからもうなんかとんでもないことになる多分。初手から無限来そう。これスパイマスターの時めっちゃ考えるけど、諜報員の時何も考えてないからね、基本的に。うん、頭空っぽだよね。そう。ヒントが出た後だよね。俺なんか連想して考えるの好きなんだけど、ヒントから推測するとか多分下手くそなんだよ。あれ、諜報員側が下手ってこと？そう、スパイマスターになった時は結構勝つん俺。おお。諜報員側だとボブがちょっと負けてるかもぐらい印象として。あ、ね、もう決まったものの共通点を探すのはうまいってことか。まあ、好きなんだと思うかな。ああ好き、うん、なんかあれだな、1字が1文字が多いね。ちなみに左上ってカカシですか？カカシだね、多分。うん、多分そうだ。不安でした。は若干不安。カカシ、キリミミドクハート。つくばさん。待って。ああ。いやまあつくばといえば森といえばウッド。確かに。あと植物園で温室。マラソンやんとりあえず。何でも何でもあそこ何でもあるだろう。佐藤ぐらい汎用性あると。筑波と佐藤はほぼ一緒。あそこ何でもあるだろ大体。なんだろうな。モール？クバイオンモール、イーアス？わかんない。その辺ショッピングモール的な。他はちょっと。まあ、筑波さん、筑波さんからのヒマラヤさんめぐ。あれもダンスだったなあれは。つくばのヒマラヤことつくばさん。あんな低いヒマラヤがあってたまるか。結構登るの大変だけどあれ。トークの授業する。まあ確かに。あと畑いっぱいあるからカカシもある可能性ある。見たことないけども、まあ何でもあるからな。霧も発生するだろう。霧も発生するね。何でもあるぞ。ロケットもあるしね一応。あ、ロケットあるね、確かに。なんだっけ、やべえ。ジャクサ？そうそうそう。もうなんか。なんだっけ、あれほぼ、最初に思いついた方を忘れた。え、何どういうこと？ジャスコしか出てこない。ああ、それ、そういうボケの方を忘れたの。そう。ボケを忘れるってもうボケてる。だからもう、俺がボケてるからダメだもん。え、マラソンはそうだろう。まあ、つくまらはね、つくまらは硬いやろ。硬いね。うっとはうっとは物理的に硬い。個人的に嫌だ俺。うっと個人的に嫌だ。個人的に嫌だってなんで。音質はちょっとね、なんか若干あり得る気がしてきた。なんかそっち系で攻めた場合、じゃあ先にロケット行こう俺。ロケット嫌だったら違ったら嫌だな。あ、合ってた。え、でもここがセットだとここは消えるやん、とりあえず。こっちのどっちかになるから。ウッドでしょうよ。あと1個。音質にしよう。あ、でもなぁ。まあ、もう俺行きたいけど、音質にするか。あー。うわ、下だった。じゃあ、ウッドだね。ウッドかよ、マジか。マジでウッド。俺、しかと付き合い長いから分かる。まあ、でもなんかね、それ言われるとそんな気がしてくる。日の矢のね、なんかあったじゃないですかね。あの辺、木しかねえ。マジで木しかねえからな、そこ。なんであんな木しかないのってぐらい木しかない。一の屋にしょっちゅう消えたしないでしょ。木と街灯の数取り替えてほしい、マジで。確かに、あの、東大通りの。なんもない、なんであんな街灯ないのってぐらいないじゃん。一の屋と松屋の間。なんか、誰かに聞いたら金がないからって答えが返ってきて。そうやろ。ことあるみたいな。あんなに高いビルいっぱい建てておいて。そいつ誰なの？財務か。社交の誰かに聞いたの。これはこれでいいんでしょう
金はないから、まあ、そうなんだ。で、街灯は立ててくれって。買おう。耳と歯かな。確かに。これはもうすすって。あとかかしじゃない？かかし。あ、かかし買おうや。でももう耳いっちゃった後でなんか。かかしもかって いやなんかこの1文字で来てるってところもね、なんかねこう1文字でお前取ってけよっていうこいつは。なるほど。いいよ、いいペース。非常にわかりやすい。何が来るかな。やっぱなんか佐藤の汎用性、なんかあそこの連想が高すぎて面白い。佐藤ぐらい汎用性高い連想かつ共通認識みたいな。いやでもそれ全部取れちゃうからダメな、逆に迷うやつだから。共通認識、共通認識でもねえよあの広さ。結構適当だったからな。暴力で佐藤とか言い出した時俺どうしようかと思ったもん。俺はそれは否定したじゃん。そう、暴力で佐藤はひどくない。それはちょっとギャングより強いよ。なわけねえだろと思って。ギャングはもう五感で言ってるからさ、いいけどさ。今ギャングはもう強い。いいかな、俺自分で言いたいって言ってるけど。あ、ダメだ、ファールに行っちゃう。使いようによっては面白くできるね。確かに。ビート、とか逆に毒とか霧とかどうやって使うんだろう。え、デモンズソウルに毒の霧っていう技があってな。俺とお前がペアじゃねえか。あ、そうか。ソウルとか俺もダクソしか思いつかなかった。それな、韓国のソウルもあるけどな。そっちでも今ゲームでいける。ゲームでいけるなんか、あの最近フーの動画めっちゃ見てるからもうマジそれしか思いつかなくて。そろそろボデブル 1H が終わるわ。おお、うん、いやすごいね。本当はね、もっと元ネタが もっともう一個前のやつでね、ニコニコじゃないと見れない。ああ、そうなの。そう、低レベル縛りなんだっけ。あ、縛り系のシリーズが前にもやったんだ。そう、なんか3日でクリアするみたいなやつで、全然3日じゃなくて2ヶ月くらいかかるみたいな。2ヶ月もっとかかる。動画アップだともっとかかる。プレイは一気にやって、編集後でやってる、ね、そう。確かに編集も結構分かりやすい感じの編集にしてくれてていい。そう、だから編集はめっちゃこだわってるらしいよ。うん、なんかおしゃれにやりたいって言ってるよね。そう。いや、好き。あれいいと思う。ちょっちゅうブリーチとかのネタ出してなんかさん、なんかつくばさんとなんかつくばやん。だからそれつくばなんよ。それつくばなんよ。つくばなんよ。でもつくばで取られなかったやつを含めた3だろうね、これね。この辺だろうな。うん、なんかいや俺その3つだな、割り切り。何もないよな。で、ウッドが、じゃあ、ウッドかぶりだ。ウッド、ちょっと、ウッドかぶり？ウッドからいく？ウッドで黒だったら。おぉ！いや、これはちっくんさんナイスだ。だって、え？ちっくんさんナイスだ。何の3だったの？つくばで悩んでる。残りの1個取ってくれの3だったのかな？その説あるな、じゃあ。残りの1個。あ、でも、ま、もう一個取れたけど、そういう意味の3だったのか。ウッドちげえじゃねえか。えじゃねえよ、お前。ごめんごめん。ウッド俺ずっと違うと思ってた。はぁ、あ、やられたわ、それは。それが本音だったらやられたわ。結構ガチった。まあ、つってもわかんねえけどな。ああ、ゲーム来た。だからと言ってたけどね。ゲーム
ゲーム？ゲームはレベルが上がるよね。ルーム、ルーム。うん、ルーム作り、ま、とりあえず、ね。サーバー、サーバー。エージェント、エージェント。ライン、ライン。ラインはないな。ラインあるよ。あれだよ。あの、アマンガースの、なんかライン辞書みたいな。人狼系の。あと、ナポレオン。知らんけど。ナポレオン、なんかゲーム？ダイヤモンドパール。ダイヤモンドパールのお前はすごい。マリオパーティー、マリオパーティー。マリオパーティー。お前、急に連想力爆発させる。毒の霧、毒の霧。やめろ、毒の霧。いや、待って、毒はね、ワンチャンね、ゲームであると思うんだよ。あー、連、汎用できた。ちょっと待ってくれよ。チップはない。まあ、ちょっと潰してこ。かかしてありえない。チップ取れる、チップ取れる。サーバーとか、いや、ゲームでさ、いや、サーバーワンチャン。まあ、あるよね。IT で使ってくれっていう。まあ、いや、でもね、ルーム作るっていうのはあるよね。俺やってるやん。NA サーバー行ったでしょみたいな、そういうやつでしょ、だって。でも、サーバーは、まあ、ちょっと一個裏だよな。ユーザーから接するって部分だと、レベルとルームだと思うんだよな。後半ルームだよね。パーティー？パーティーゲーム？マリオパーティー、マリオパーティー。マリオパーティーね。ダイヤモンドパール。ダイヤモンドパールね。はい。なんかあれだよ。なんだっけ、ウォッチドッグスエージェント。あれは違う。なんかよくわかんないけど、エージェントでしょ。セキュリティとかね、エージェントとかね。行くね。はいはいはい。ねえ、いろんなキャラクターいるよ。うん、そうだね。レベルいきます。レベルは硬そう。うん、レベルは硬い。わかんないけど、ナポレオンとか。なんかそれっぽい。歴史系のゲームでそれ。あ、ルーム違え？ルーム違うんだね。いやー、そっち行っちゃうな。今普通に話を楽しんでルーム行こうって思ってたんだけど、ルームは違うと思った。もっともっと浅い結論だった今。ルームはちょっと違うかなと思ってた。ルーム違うか。じゃあ、確かにルームは、ルームって表現もあるけど、ルームかパーティーって一緒とか一緒ぐらいの流度になっちゃうとしたら、じゃあサーバーとかだったかな。いや、ちょっとわかんねえな、これ。これわかりません。で、まあ、取れるやつがあって。負けてんな、これ。つくば連想は霧だったら面白いよ。ガチで霧出てたよね。つくば連想、霧かぶりで。え、ガチで霧出てた記憶あるけど、マジで霧出てたよ。霧は出てたと思うね。え、田舎さんがさ。田舎さんだから。昔は霧とウッドのつもりだったんだね。まあそうだね。まあなんかウッドをすげえ押してくるかとりあえず取ってみるかったみたいな。まあ別に外れてもいいかみたいな。ウッド、まあありえなくはないと思ってはいたけど。うん、まあとりあえずいっぱい取れるってことだね。そうだね。なんだっけこれ。レベルじゃねえ。ルームか。ああ、ルームが。ルームはまあ全然関係なさそう。そうだね。そういやなんかごちゃごちゃ言ってみるもんだな。ルームね、ルーム普通になんかあれ普通にルーム作るって、もうその頭がそっちに切り替わっちゃった。ごちゃごちゃ言っていいのか知らないけど、本来の。ああ、長方形同士でどうぞ。あれ、電池長方形同士喋ることができるからごちゃごちゃ言っていい。めっちゃ来たぞ。なんだっけ、命綱5どういうこと。ライン命綱。ああ、まあヒマラヤとかってことか。うん、ヒマラヤは硬い気がしてきた。ライン、まあそんな気するよね。確かに、まあ普通そもそものラインがいいか。なんかそんな、え、どういうことだ。あと他のを取ってくれって意味のだと解釈した。この2つで あと3つあるよみたいな、そういう意味だと解釈した。なるほどね。うん、あとまあこの辺だろうな。とりあえず霧は硬そうだから行って、でかかしも硬そうだから行って、これ全部行かれてきついな。でモールがちょっと不安だからヒマラヤから行って、で多分ラインも行けて、やばい。これ最後モール挑戦。モール多分つくばでしょ。まあそうだね。
クロシック版4モールなんかあったの、いやいろんなモールに行った記憶しかないもんだ。モールしかねえから、全部集合してるからね、あそこ田舎といえばみたいなとこ。え、サーバーじゃない普通に。いや、サーバー行くわかんない、なんか、まあ普通にオンラインゲームを PC でやってる人のゲームのイメージってサーバー結構出てくる気が、うん、まあ、うん、出ている。まあ、そっか。なんかあとは、まあ、毒とかも出てきちゃったの、俺頭の中で。まあ、でもちょっと考えすぎ。ゲームのプレイしてる様子で俺なんかレベルと毒だとしたらゲームって表現にならない気がする。あ、確かにちょっと広くしすぎ。うん、確かに。ステータスとかにする気がする。ああ、いいね、それ頭いいね。確かに。じゃあサーバーあるかも。いや、サーバーいいよ、サーバーは取るから。サーバー以外で考えていいよ。サーバー以外の、全部取られたら、ね、数でサーバーマイナスっていうか3つとかでいいよ、3とかでいいよ。これでサーバーじゃなかった時はもうなんか勘弁してくれよって思われてるかもしんないけど。いやー、待ってねー。でも意外とダイヤモンドパールかもしんないよ。エンジェントって何マリオパーティーやん、それじゃあ。まあ、あとはあのギャンブルのチップっていう意味だったかもしんないし、ゲーム。ああ、ゲームってそういうね、無限の可能無限の可能性決めてんなすげえな、すげえわ。意味もんな、ゲームってすげえやべ、このターン多分このターン決めなきゃ負けだよな、さすがに。さすがにね、多分ほんまに取りづらそうなルームとか取れちゃってるから。そうだね。チョークとかも来ちゃうし、チョークいくつとナポリのとこに来ちゃうか。学校、あ、でもそれでホームルーム無理だな、俺は無理だな。ホームアローン4。いや、厳しいかな。しかも4来たんですけど。ホームアローン見たことない。いや、あるけど、ま、パーティー、え、待って、パーティー、あ、じゃあパーティーだったってことか。ホームアローンってパーティーする？ホームアローンってまあなんかパーティーみたいな感じ。これ無限じゃないってことは、このヒントだけで全部取り切れるよって意味だと思う。ホームアローンだけで4つちゃんと共通点があるってことですね。今までのヒントとホームアローンでサーバーは取るから3でいいよってのに、ホームアローンときたってことはサーバーじゃなくてホームアローンで4取るよ。いや、そうじゃなくて、今までのヒント込みで 4枚取り切れるよって言うのに無限でいいわけだ。やだ 3? え、無限と意味一緒じゃない。まあそうなんだけど、あ、まあわかんない、そっちの意味もあるけど、ホームアローンっていうヒントで4つ取れるって意味かもしれないけど、ね、これだって結構すごいな。え、今までのヒント込みで全部取れますだったら無限にすべきで、あえて数を指定してるっていうのは、すべて今までのヒントを包括してない。い、無限の場合は、あのヒント、このさっきの前のゲームの石川みたいに、うん、ベルトをなんとかして取ってくれみたいなパターンの無限もあるから。あー、今までに出てない。全然ヒントじゃない、ヒント出てないって、ちょっと紙響きしてみたいな。なるほどね、まあ確かにそれ、まあ、ちょっと考えすぎか。ホームアローン、ちなみに俺結構これあの惑わす意味も込めて適当に言ってるからね。うんうん。いや、わかんねえな。ホームアローン、あんま映画見たことないな。いや、割とわかんねえんだけど、これホームアローンってさ、あれだよね、なんかお留守番してる子供がなんか大変大する話で、お留守番してる子供、なんか旅行に家族が行くんだけど、一人だけ置いてかれちゃって、でそこに泥棒が入って、その泥棒で撃退するって話。はい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 、はい、で結構、いや、イメージはパーティー、いやでもパーティー、まあイメージはパーティーでもう正直わかんない
りあえずさっきのサーバーだったときサーバーチェックしといて。なんだあとなんか。いや、マジわかんねえな。ホームアローンってなんか結構続いてるよ。うん、似てる。俺を何個か見てるけど。やっぱ最高にかっこいいからクールなんだ。知らんけど。いや、でもなんかすごい。敵の名前なんつったかな、ビートっていう名前だった。おー。いや、そういうことになっちゃうのか。いや、あー、いや、そこまで俺はホームアローンに詳しくない。ビート？ナポレオンかもしれないよ。ナポレオン？ナポレオン、ホームアローン、ナポレオン。俺、ホームアローンを見たことないからわかんないで。そうじゃな、惑わそうに。そう。適当な、マジで適当なことを言うしかない。なんかね、めっちゃ家の中で罠仕掛けるんだよ。まあ、なんかそんな感じだよね。だって、コメディ映画だよね、どちらかって。そうそう。その罠の仕掛け方で、なんか結構なんか変な毒っぽいやつ仕掛けてみ、毒じゃないんだけどね、毒っぽいやつ仕掛けてみたりとか、うん、ラップでうまいこと工夫してみたりとか、とかっていうのが出てきたりするから、でもなんか、だろう、もう一瞬、3周くらい回っちゃった、もうダメだ。俺の中で3周回っちゃったよ。R で足滑らせて。ああ、なるほど。R で足滑らせて。五感のネックレスみたいな。ああ、これはちょっとどうすりゃよかったんだろう。この4つか。違います。違います。それで俺サーバー行っていい？これ違ったらおもろいな。違ったらきついな。パーティーから行っとけば。パーティーから行くわ。パーティーから行っとけば。うん。みんなをワクワクさせたい俺は。そうだね。これは。けどもう B の時点で割と賭けだ。もう俺は大手だからもう我々は。そうだよね。これ勝ったらあっていいから。いや俺サーバーが組に乗せられてるとしたらちょっと腹立つけど。まあでもサーバーだと思う。いや俺結構ガチめにサーバーだと思う。サーバーだよな。いやもう俺が納得しちゃってるもんな。俺がそっち側のプレイヤーだったらサーバーを選んでた。よ。でも待ってゲームっぽいのまだ閉まってない。どっち？じゃ毒行くか。いや待て待て。サーバー行くわ。これ違ったらおもろいな。おお、これさすがにそうだよな。多分そうだと思うよ。ああ行くぞー。ロルフィーバーみたいなとこあるし、ね、サーボなんかホームアローンでエージェントエージェントうんーエージェントマッチクールクールクールかっこいいからそうクールこうクールって意味でクールうんーエージェントやばいもうエージェントはなんかいやダメだもうチョークに行かないもんな。なんかもうアメリカの映画といえばなんかのエージェント。どうすんのがよかったんだ。それだなんならあの日本語版のルールブックしかエージェント。あ、そうなんだ。いや、これあでもエージェント書いてるわ。エージェント書いてる書いてる書いてる。ちょっと俺ラップ行くね。行くよ。ねえ、どうなんだろう。おい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 。いや、わかんない。じゃあ、俺は、わかんないから。知らないからね。それ知らないもんね。ここはもうガチで君が決めて。ラップ行くね。さあ、どうだ。あーか。まあ、まだね。何なんだろうな。エージェントなのかな、マジで。いや、ビートなのじゃあ。ポケモン？ダイヤモンドパール！ダイヤモンドパール！行かれたー。いやわかんない、なんかクールとかいう題名あったのかな。ポケモンクールクールなんちゃらみたいな。いやちょっともうどれも無理だ、どれも惑わせられない。これは毒タイプのポケモン。確かに毒ポケモンおる。毒タイプのポケモンかもしんない。わざわざひらがなだから毒タイプだよみたいな。あの毒タイプってほらひらがなだったから、うん、毒からいこう。こっちか。あマジか、こっちか。ごめん毒からいこう。ごめん毒からいこう。マジかお前選ぶ気ねえだろお前選ぶ気ねえだろふざけんな。あーいやー、ま、めっちゃ迷うなこれ。あおるな。マジで迷う、マジで迷うわこれとこれで。毒めっちゃクリックしてる今。毒だーかー。
いや、わざわざひらがなにしてきたってところがやっぱそこちょっと指震えてもらう、ね、間違えんなよみたいなところあるかもしれない。クッシュマン右上を、いや、パールでいくわ。はい、いや、もうそこは早いな。で、なんだっけ、エージェントとチョーク、わかるかい。いや、つくばが強かったなぁ。いや、厳しかったね。つくばで負け格だったもん。すごいね。でもあれマジで汎用性高すぎて笑った。つくばマジで強かった。マラソンロケットボール見えた時点で、そうだね、つくばじゃんって思って。そうだね、やられた。ちなみに俺はゲームはパーティーとレベルでしたわ。あー、パーティーもそうあると思った。パーティーゲームっていう意味で。あ、パーティーゲームの方だったんだ。そう、じゃあよくむの方のパーティー。ああ、ね、なるほどね。そう、ああなるんだと思って。ルーム、まあ確かにルームもなるのかってなりました。ルームはクソ適当に言ってたけど。いやー、まあ確かに最初にどの路線で俺が頭入っちゃうかだったな。確かに。だから最初になんかあの久米さんがあのなんだっけ、ウッドを選んだ時にやるやんと思って、クチプをやるやんと思ったけど、逆に一瞬で返されてやられたってなって。でも俺結構、俺だったらサーバー選んじゃってたけど、マジで。いや、サーバーもあったんで、だからゲーム3とかでサーバーにしても、サーバーも入れてもよかったんですけど、さすがにちょっと選択肢広すぎて相手の取られたら嫌だなとか思ったんですけど、まあ、確かになんかダイヤモンドパールだったかもしれないし、マジで。そう。で最後ホームアローンにしたのは4つなんとか取らなきゃいけなくて、パーティーかつエージェントでいけるのがホームアローンしか出なかった。あー、パーティーかつエージェントで取れそうなやつがなかったんだよな。エージェント意外と分かんなかった。エージェントじゃバッツなんか。ホームアローンなんかパーティーっぽくて泥棒出てくるから。うん。じゃなんか飾り付けとかもしてるイメージあるから、チョークまで行ってくんねえかなみたいな。うん、ああ、なるほど、ね。もうほぼゼロに近いあの妄想で。いやー、強かったな。いや、これ結構ね、なんか。いや、いいね。うちのカードが強かった。うん、いやー、面白かった。やっぱ本編も面白いな。いいゲームだ。いいゲームだと思います。いやー、負けたな、完全に。負けたね、惨敗したね。完全に負けた。